始まりましたかね。始まったんですか。これヌルッと始まりましたね。ヌルッとね。はい、それでは新春遊戯王 OCC 超福袋開封祭り。どうしたもうデリスクだ。帰ろうとしてない。デリスク、デリスク、デリスク。そのつもりだったんだ今。次のアニメのデリスクのネタバレね。次丸です。丸ですね。最初に戻ってね。次世代のやつ。そう、ディスク、本当にディスクになった。そう。一番最初に会話が作って回すやつだ。それは置いといて自己紹介からいいでしょうか。はい、すいません。どうぞ。はい、ということで皆様明けましておめでとうございます。鏡隼人でございます。そして。明けましておめでとうございます。ゆるみれなです。そして明けましておめでとうございます。穴畑チャイカロゼ。ちょっと見えてない。ちょっと画角から外れてるんだよ。ドロー。ちょっと外れてるんだよ。燃えて。はい、明けましておめでとうございます。八代圭介です。よろしくお願いします。おお。それでは明けましておめでとうございます。それではイブラヒムです。なんで何なんか夢つどうした。違うね、俺福袋を初めて買ったんで、遊戯王福袋。あと緊張なさってる。このなんか空気感異常だなって思った。いや異常だよね。気づかれる。どうしてみんなこんなお気楽なのか。まあそうです、まあ、最初はまあ私とよるみさんだけで、そうだね、うん、はい、ちょっとね始めていた遊戯王福袋開封が、うん、いや仲間増えてきたね。増えましたね、うん、5人だよ、はい、本日は5人で、はい、お届けする形となっております。でじゃロケーションはこれはファイブゴッドってこと、ね、これはだから世界観は遊戯王っすよね。ちょっと、うん、そう全て払えた、寄せてくれた。王の眠る地、うん、そう全然だってもうエジプトですよ。守護兵みたいなのがやりやすい。風向きが、風向きが、風向きがこれぐらいやばいな。すごいぞ。これめっちゃいい。何でオープニングムービー始まった。これはあの遺跡探索してるペガサスジェイクロホール。ペガサス、ジェイクさん、小芝居もう少しだ。これ何の配信。遊戯ちょっとありえないロケーションからお届けしてるんですけど、まあ、本日は福袋開封です。はい、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 カード待っちまうよこんな。確かに砂入っちまうよスリーブに。まあ本当私的にはもう年始といえば、まあ、これかなということで、はい、もうお付き合いいただいてありがたい限りなんですけども、はい、どうでしたかもう今回、まあ、いろいろ斧を買ってきてもらったりとか一緒に買ったりとか、まあ、ちょっとあったんですけど、はい、はい、ね、自信のほどは。自信自信もうだから自信お店の自信っすよね。お店の方々自信ありますか。それはそうだ、お店の方ね、うん、そうね、ね、はい、あなたたち自信ありますか。本当に任されますよ。そうですね、適当な福袋作ってませんか。責任転嫁を、ね、後悔しますよ。今自分たちの自信に何の価値もないから言われてみれば。これはそうだ。じゃあね、まあ、前置きはそのぐらいにして、うん、いきます。あ、早速ちょっと早速いっちゃうけどね。まあじゃあ、ね、もうちょいね、もうちょい時間欲しいよね。え、クールダウンというかアイスブレイク。あ、クールダウンっていうかなんですけど、じゃあちょっと福袋以外からいっていいですか。お、はい、ちょっと年始に開けようと思ってたものがありまして、はい、他のゲームなんですけど、うん、他 の, その DCG のゲームで、まあ、ずっと共演している、うん、繁盛さんという方が、あのカードショップを今回開きまして、はい、でその時にちょっとだけこう出資をさせていただいたんですよ。出資、でその時のお礼の品が届いてるので、はい、あ、なるほど、先にちょっとそれから行ってみていいですかね。見して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 。出資のお返しってね、どんな。そうです。おー、何やこれ、何だこれ、何すかこれ。どういう、ここにどういう世界なの。ここにいるみたいな。ここどういう世界なの。随分デジタルにソリッドビジョンモニター。一体300インチモニター。じゃあ映るっていうのか、ひょっとして。はい、うん、おーおーおー、これはこれは来た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 、はい、来た来た来た。この手はスタッフさんの、はい、あ、はい、はい、はい、紛れもなくスタッフさんで分かったんですよ。なんかそう、これはちょっと言ってたんだよね。これウォールディスプレイボード、はい、なんかこれ、うん、磁石が吸い付く
板みたいな、これにそのなんかマグネットローダーが貼り付くらしいんですよ。あーあーなるほど、はい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 、なるほど、飾りやすいねみたいな。壁に壁ですか、はい、これ壁です。へえ、いいじゃん。そうで、これにマグネットローダーをもうほんとパチパチって貼り付けられるみたいな。へえ、壁にカード飾れるみたいな。はい、めっちゃいいじゃん。渡してくれたんですけど、うん、はいはいはい、なんか前にその、ね、あの年末もちょっと特番一緒に出させていただいた時に、はい、うん、なんかちょっとラインナップごめん、キモくしちゃった、ごめん社長って言われたんで大丈夫かなみたいな。そう大丈夫かなみたいなのあるんですけど、まあまあまあ、じゃあこれに何が貼り付くのか見ていきましょうか。じゃあ、はいはいはい、確かにね、うん、これを貼っつけてくれっていう繁盛さんの。そうそうそう、違うだね。なるほど、あ、そういうセットなんだ、うん、何貼ってるのか、ね、いいですね。そういういいですね。飾り付けの先まで、ね、トータルコーディネートってあんまりないな。確かに。おしゃれ力取れる。だいたい福袋って散らばるじゃないですか。世界観が。遊戯王カードで書くんじゃない？じゃあ壁に。まさか。絵を。来た。絵を。絵を。一発で。絵を。まさに。お、なんか。お、なんだ。なんだこれ。なんか定番というか。あ、でも確かに。ブラスカ。英語のっぽい。おお。はい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 、はい、これ死者蘇生ですね。死者蘇生。あ、そっか、デザイン違うね。海外のデザイン違い。海外のデザイン違い。全然ダメやもんね。いや、これ渋い。これマジで渋い。渋いね。あの HL ってホビーリーグって言って、うん、海外のおもちゃ屋さんの、うん、店舗大会。あ、で優勝の入賞賞金。ああ、これはこれ。これ。渋い。いや、いい。めっちゃいい。おしゃれじゃないな。いや、なかなか出回んないんですよ、これっぽい。国内で。これいい。めっちゃかっこいい。いや、これ壁に飾ってあったらビビるな。いいスタートですね。おしゃれすぎる。困ったら使えばいいし。いいな。ああ、こういうあれか。あの、うん、一般に嬉しいやつじゃないんだな。なるほど。私しか喜ばないやつを多分入れてきてるの。渋めのね。海外、うん、おっと今そう海外版ヒットは確か言ってはいるんですよね。これはセットで出てきたということは、うん、確かに。何？コンビなの？コンビで。す、おお。めっちゃ高い。あれいい。かっこいい。かっこいいですね。MAE と MFC って普通にこれパックですね多分。XY ドラゴンキャノン。え、めっちゃいい。これパック出しのやつだ。いいっすね。超いい、うん、めっちゃかっこいいっすね、社長の趣味分かるらしい。ど趣味です、完全に。ど趣味なんだろう、ど趣味好きなんだろうみたいな。え、めっちゃいいな。そして、そしてまだあるの？多分あるんじゃないですかね。これ貼り付くにあたって、なんかざっと見た感じ結構分厚さあったんで、はい、どうなんだろう。ありますね。まだまだ、はい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 、また2枚。左も左アジアかな、これ左アジアで右がヨンク、おー、はい、おー、おー、メタモルポットだ。メタモルポット、メタモルポットと、あ、バンパイアロード、バンパイアロード、バロン、いいね、バンパイアロード TCR00、 おー、みんな知ってるカードだぞ。いや、めっちゃ渋いぞ、これマジで。渋いな。渋いですね。そうで、そう海外のパックって、うん、そう確かそう最初に出た時ってそのナンバー000っていうのがあって、うんうんうん、でそこがシークレットの枠なんですよ。でそこに、ジェミナイエルフとかトライフォンドラゴンとか、はいはいはい、懐かしの中条完全体グレートモスとかいるんですけど、うん、そのパターンですね。へー、うん、でも確かに持ってなかった、これは。お、これマジで熱い。からのカノ1枚、はい、はい、おお。ハーデスだ。スキルドレインに書いてあるやつ。RT、うん、そうですね。こっちの方が有名だね。溶けてる方。わかりやすく言うとね。うん、すごい。やられてる方です、うん。スキルドレインで。これ人に渡す勇気すごい。めっちゃいい、うん。ありがとうございます。そうですね。いいですね。いいな。いいね。あれ？まだある。まだある。まだあるんだ。うん、結構あるな。ちょっといいですか。これは国内かな。あ、え、これいくらすんの？急に来た。急に来るじゃん。急に来た。え、急に来るじゃん。ちょうだい。ダメです。嫌です。え、急に来るじゃん。急に来た。昔のレリーフ大好き。うわ。え、めっちゃ嬉しい、これ。めっちゃかっこいい。結構状態ですね。うわ。パッと見ですけど。そうですね。パッと見状態良さそうですね。え、すごい。いや、欲しかった、これ。あのラインナップに囲まれる顔そうじゃおもろい。メタモルポットが隣にいる。いや、すごい。全然楽屋で同じ話できないでしょ。全然違う話になっちゃう。いいな。めっちゃいい。あ、ちょ、ちょ、ちょ。まだあります？え？買えるものある？
おー、ブラックマジック、ブラックブラックマジック、いいね、ダークマジシャン、かっこいい、いいな。 SDI はこれあれかな、ストラクチャリッチかな、海外のストラクチャリッチ UG かな、多分いいですね、いいですね、非常にすごい、本当デザイン、今でも通用するこのデザイン、このデザイン、ブラックマジシャン、本当にえ、めっちゃかっこいい、これ楽しくなってきちゃったね、いいスタートじゃん、なんという好スタートだ、すごい、これがまだね、福袋の中身じゃないって言うんだよね、そう、まずはね、これがまだから、ね、こっちのがいい可能性あるいや、確かにいや、心配やってきちゃったよ、いやいやいや、怖くなってきたもんね、これからですからね、不安だよ、うん、そして、これで以上ですか、まずはのやつはぽいかな、一旦これでどうなんだろうな、そういえば、以上かどうかどう確認すればいいか分かってなかったんですよ、異常っぽい気はする、まだあんの、まだある、まだあるらしい、まだあるらしい、どうやら、やったー、これ初だ、よかったの、初めて、いや、結構内容よせになんか、いや、私あのどのパックから出るとかそう分かるけど、値段分かんないから海外版全然、確かに、いや難しいですよね、海外版、バージョンによってかなり難しい、へえ、ちょっとあと貼り付けられないかな、あとで、あのさっきの見たい、あ、貼り付けたバージョン見たい的なね、あれ見たい、貼り付けてこようかあの今まで何出たか覚えてますからね、ちなみに私いいですよそれでもよければいいですよ、おあ急に来た、ね、急にショーケース、ね、急にショーケースから出てきた、あのすいません、ショーケースいいですか、はい、ネックスですねいや、いいめっちゃいい、めっちゃいい、4期かな、4期レリかな、これ、うん、うわ、これこのパックちょっとなんか幼少期買ったことあるわ、あ、マジですか私もあるよ、うん、結構懐かしいですよね、これ懐かしい、うん、いや、何枚やってもいい、これは本当に何枚やってもいいから本当に、まあ、夏あればあるだけいいから、すごいね、この付近のパックってで、なんか俺、うん、サイバードラゴンかなんかの、うん、ーはいはい、当時のレリーフを出した記憶がありましたね、一番やってたかもしれない、おおちょっとなんかさっきからラインナップが懐かしいですね、そうグレートこういうの好きなサイコショッカー、そう、持ってなかったサイコショッカー、やっぱこれは激アツだ、アニメ出てるカードはいいよな、いい、やっぱり作のカードはよ、名札が、値札が違う、当時これ持ってたらもう取ってないのがいい、また最高、そう、ガキの間でね、もう一目置かれるんで、でももう結構来てますけどね、まだあんの、バスゼラートとバスゼラート、うわ絶妙にコレクションしていい状態なのがいい、はあ、めっちゃいいっすね、この辺もそうか、サンチかな、確か、うわ、めっちゃ熱いわ、ショーケースか、そのままぶんどってきてるもんな、いいっすね、うん、なんかこれ、まだあるんかい、なかなか、はいはいはい、アンティークギアはこれね、なんかこのサイバードラゴンだ、これのうちの引き出しでぐちゃぐちゃになってたわこれと全く同じレリーフのやつ、あのスリーブつけないからね、ガキはそうじゃないから、ガキの頃のやつだから、ラゴンね、いや、サイバー、もう、レリーフで3枚集められるかもしれない、ひょっとしたら、いや、いいね、作ろうかな、マジで、いいな、めっちゃいいですね、GX 見た？ GX 見てる、見たって言った見た、そう、今やってる、20年前ぐらいだよ、ね、ブラックパンサー夏すぎますって懐かしすぎます、それってアネクリボ、アネクリボ、伝説って、うわー、いいですね、そう、待って、めちゃくちゃリリーフ詰めてくるな、うん、なんかリリーフいいわ、いやでもそう、本当にリリーフ何でも嬉しいんだよな、一番いい、うん、おっ、おっ、三原神、はい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 、三原神ウリってことは三原神来たカモンラビエル、ラビエル、うん、ウリア、いいですね、はい、めっちゃかっこいい、どれ一番好きだった、めちゃくちゃ GX に来たGX、まあ、当時のカードゲームはみんなハモン好きでしょ、うん、多分私ウリア使ってたよ、うっさ、うん、永続トラップ並べてたでも、ね、でも私もウリアだったな、これねえ、うん、組み替えがあった、なんか、うん、いいなぁ、ね、どんどん世代上
張っていくのか、どこまで行くの、あ、マジですか、いや、嘘、開脈の下いっちゃう、それ超嬉しい、激強くいいなあ、すごい、いや、これ本当に全レリーフの中でも有数の好きさありますね、いやいや、開脈はマジそうっすね、まだ戦えるよね、戦える、戦えますね、いやいや、効果が強すぎて、そう、最高、うん、開脈レリアマジで嬉しい、これ持ってるもん勝ちでしたからね、当時ので、そうそうそう、うん、あの持ってたから勝ってた、そう、ね、だから勝ってた、あ、ということで、あ、ということで、はい、まあ、返礼品はこちらで、最初の挨拶、はい、挨拶強すぎる、まずは挨拶ですよ、これこの挨拶よりしょぼい可能性あるからな、いや、いやでもそう、結局その、まあ、値段に対してとかいろいろあると思うんでね、なるほどね、なるほどね、まあ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 、それはそう、おー、よかったな、これ、いや、ということで、ありがとうございました、はい、素晴らしい、素晴らしいですね、うん、今度お店行きます、頑張ってください、頑張ってー、そして、誰から行きますかね、えぇ、ー、ハードル、怖い、いや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 、ちょっとじゃあ、ワンクッション、はい、うん、俺が置いていいですか、いきなり置いちゃう、ワンクッション、あります、お願いします、一応、その、あれ、な、伝え、いいですか、あのバラのやつあるバラのやつ、バラのやつ、まずバラ、ジャブのやつ、ジャブのやつが、あ、ジャブなの、10パック分ほどあると思うんで、はいはいはい、まずはオリパでちょっといこうかなっていう、うん、さては結構福袋初めて買ったんですけど、購入エピソード的にはちょっと遅めに行っちゃったので、はいはいはい、お店に、はい、あんまり大きいのガンっていうのがなくて、はいはいはい、すぐ行けるからね、そうで、結構いろんなお店でバラで買い集めて、うん、うん、自分のみたいな感じになったんですよ、はいはいはい、うん、お、なんか並ぶな、買ったな、はい、買ったな、こちらがですね、うん、1パック1万5000円ですかね、5000円、おもろいから、お、10個並んでますよね、お、まずはちょっとじゃあこれでワンクッション、ワンクッション、ワンクッションでかいぞ、ワンクッション結構でかいぞ、じゃこれちょっと自分で選びなよ、確かに、どうしようかな、これからどうしようかな、じゃあ左上からいこうかな、お、いいね、どうぞこちら、なんかお前テンションおかしくね、そこだそこだ、俺もでも立ち上げたくなっちゃう、まあ、まあ、え、まず、うん、このお店、うん、何が当たりかってオリパの前に大体書いてあるじゃないですか、うん、オリパこれ入ってますよみたいな、うん、覚えてないっす、あ、まあね、見ずに、ね、あの初見の気持ちで、記憶を失って向けるのはいいぞ、お願いします、何、お、まず1枚目、お、ブラックスズリ、スズリ、知らないカードが、知らないカードちょっと値段見てみます、うん、確かに、まあ、そうですね、1パック1万5000円なんで、はい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 、はい、ね、ブラックフェザーもずっと新しいカード出るね、出るね、そうだね、息が長いというか人気テーマですね、はい、 5Ds 続きやってくんねえかな、いやマジで続き見てえよなOVA とかで、うん、劇場で、まあ、劇場版でもいいわ、ちょっとちょっとありですね、劇場版欲しいな、確かに劇場版だよな、うわぁ、スズリ、スズリさん、これかな、これかな、あ、2500円、この一発ない、うわぁ、スイコー、スイコー、お店さん、ちょっと待って、そんなことあるか、死にますよ、そんな上下幅の買いました、これ、いや、でも俺、結構、え、そうだったっけ、これちゃんと、でも1パック1万5000円やばい、やばい、やばいよ、これやばいね、こんなことが許されていいのか、隣のやついきますか、下、下、隣、右隣で、うわぁ、やばい、これ普通にやばいぞ、これ空気が一変したかもしれない、痛みを伴う、痛みを伴う、痛みを伴う、でもちょっとちょっと、でもさ、こういうもんじゃね、こういうもんだよね、まあ、確かにこういうもんだよ、折り方だもんね、そうね、頼む、ハズレがあるから当たりがあるんだ、頼むよ、そうだ、1万5000円でハズレって、俺も息切れてきたよ、これわかんない、これそう、え、上そんなやばいのかな、じゃあ上やばかった気がするけど、上そんなエグいかな、これそういうことですよね、そういうことですよね、だってハズレが、だって、うん、来るよ、来るよ、厳しくだ、お願いします、これスリムの中に2枚入ってたりしない、アルバス、アルバス、
アルバス。アルバス。マシク。ダンブルドア。あんまり良さそうじゃない。いやあんまり良さそうじゃないな。ちょっと待って。やばいか。やばいか。俺間違ったかも。まあ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 。どこで買ったの？お店で言う。あまりにもひどかったらね。言うしかないね。しましょうか。これプリズマだとして2500円じゃない？プリズマだとしても2500円。ちょっとやばそうのぐらいですね。ちょっと怪人、これ列一気に行ってもらった。そうだね。あの世の中 の, あの福袋の質を良くするために俺たちが怪人していって。うん、あね、うん、あ、なるほど。これ1パック1万5000円だよね。さっきそう聞いてたんだけど、そう聞いてたんだけど、1500円だった可能性もある。ひょっとしたら、ひょっとしたら1500円だったら大当たりだ。1500円だったらね、大当たりだね。可能性もある。1枚しか入ってないよ。どれか1枚いいけど、中に2枚入ってる可能性もあるよね。本当？本当？ハピノキャン。ハピノキャン。もうなんかそいつが。まあ、ごめん、ないか。そんな似たような感じやね。俺、福袋林に新参者のくせに微妙な空気にしてごめん。ちょっとこれも2000円だよね。いや、こっちの方が面白い。テンポ行こうか。パッとじゃ次ちょっと上の段に。いくらなんでもこれきつすぎん。お願いします。スピリット・オブ・ネオス。スピリット・オブ・ネオス。最近のやつだ。宇宙。去年発売したパックのやつかな。並ぶし、これも2300円ぐらいじゃないですか。嘘、プリズマで多分ガチ多分はいはい、ええ、いやちょっとこれ、いや、これヒムの勘違い、これ1500円だった。これ1500円だった。嘘でしょ。これ15万払ったんだけど。やっぱりなんか出てこないってことだ。さすがにやばくない？同じぐらいの、スピリ嘘でしょ。あとか、はい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 、メタアゾートです。これかな。全部咳しちゃった。吉野が咳しちゃった。下段も行きますか。ちょっとキャタピラ一番いいのが今調べた感じ、スピリットオブネオスで3000。いやでも1万5000円なんで1万。いや一応水分だから。マジで1枚なのこれ。確かに2枚重ねてる。2枚重ねてるパターン結構ある。これがダミーで裏に高いの入ってるやつ。1枚しかないって。終わってんね。ないの。終わってねえよマジで。これやばすぎる。力強く指を立てていた。これはかなりやばい。悲しいよ。おマジか。うわ、お出た。これ誰、親父？あるもの、あのエンタ…なんだっけ、違うか、うん、アメーズメントか。おそらくこれも2300円。ね、うん、ちょっと間違ってない値段設定。間違えた。これ多分中身間違えた。うん、何か間違えてるからさ。何か間違えた。ちょっとグロいか。うん、俺ちゃんと注意注意。ダメージ。これやばいこれ。ちょっとすごいなこれ。ちょっとこれめまいしてくるな。はい、うん、なかなかだな。続きまして。ああなかなかかもしれんな。全部2000円前後とかすか。お店間違えたんだよ。これ店が、うん、本当か。俺これあれ収入印紙もらって、うん、あのちゃんとあれっすよね、15万のやつもらったんすけど、もらったから15万のはずなんですけど。おかしい。あったか。これおかしい、おかしい、おかしいよ。おかしい、そんな。これやばいよね。なんで俺こんな気持ちになんなきゃいけないんだ。違うな。これ違う、もっと楽しんでほしかった。内容もそう、内容もそうだけど、この配信の空気感ちょっと壊せる感じがする。いや、壊せない。一番面白い。やべえ、一番面白い。一番面白くはあるんだけど。やべえよ。いやだ。いや、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 もう見たくねえ。もう見たくねえ。もう見たくねえ。あと2個あるから。大丈夫。まだある、まだある。あと2個あるから。やべえ。だからこの役割は我々がやらないといけなかった。あ、うわ、電脳界いい出来だよね。いい出来ですね。クザさんとかも使ってらっしゃる。ザ・ビストいなくなったけどまだやれるよね。そうそうそう、全然戦えるから。ラストです。はい、これ当たりは何なの。これ当たりなんだろうね。当たり多分 40-50 万いってるやつだと思うんですよ、この空気。ではこれは G ね。いや、これはちなみに大体9万前後。え、これこれマジです、これマジです。嘘。
増資は高いです。このじゃあギリ1万5000円でこれ出たら、そうちゃっちゃうな。いやでも15万使ってるんで、これはプレイドプレイドでも7万いくらかとかなんで、これ普通にすげえじゃん、状態良かったんで、ただ9はある。この店はあの上下やばいです。地獄のような、これ20周年のやつとか、赤字だったから。20って書いてある、20って書いてある、20って書いてあるかも。見せて、ズームで見せてちょうだい。あ、そう、トゥエンティスですね、これ。トゥエンティスですね。はい、トゥエンティスなんで。トゥエンティスならすげえいくじゃん。これは 9万ぐらいあります。おー、よかった。よかった。すごい。え、持ってる。最後にこれはちょっと。熱い。最初にこれ出て期待感で。本当に。ちょっと水飲みます。いや、よかった、本当に。本当によかった。ギリセーフなんですよ。他人事なのに喉カラカラになる、本当に。俺、同時にあの空気とお店も救うことができた。救えてるかな。救えてないかもしれないけど、救えの幅やばすぎて。ギリギリ救えてない。ギリギリ救えてないからマイナスだもんな。マイナスだよ。これいっぱい買うオリバーじゃなかった。いっぱい買うもんで、1個買ってドキドキするやつだ。そうかもね。いやでも、大丈夫、次私がさ、福袋とは何ぞやかちょっと楽しさを思い出すか一回。そうだよね、そうだよね、ちゃんだよね、福袋の。そう、今のオリパだから。そうだよ、福袋向こう、一旦福袋行こう。そう、そうしよう。あとでどこのお店のやつか教えて。俺が買ったやつどこだっけ。買わねえやつだ。どこだ。そうそうそう、あのさすがにお店の名前確定してから言わないと、あのとんでもない迷惑。もう忘れちゃったけど、財布に入ってるはず。レシートある。やめよう、やめよう、この人に警鐘鳴らしていく。入念に、ね、確認しつつ。おっと、やっぱり福袋って言ったら1回さ、プレマットだよ。あ、プレマね。そうだよね。え、これヨルミさんのからいくらなんですか。これは福袋10万。おお、10万。10万。いいですよ。うん、10万福袋。結構ね、頑張ったんだけどね、なんかやっぱ最近熱がすごいね、カードの。はいはいはい、はい。人が多すぎて、やっと買えた、私10万が。うん。なので。ね、本当に。まあ、一回めくって。はい。うん、これプレマ。なんだろうね。ですかね。お、おお、いいね。出てきた。オッケー。スターブベノム、ベノムか。え、めっちゃかっこいいこれ。いいね。これ海外のやつですかね。海外っぽいですね。本当だ。置くとこ全部邪魔してるじゃん。確かに。この上に並べて。確かに確かに。モンスターソング。そういうことか。確かに。まあどうなんだろう。まあまあまあ。サプライズレースおまけみたいな。そうだよね。だってカードを置くために必要なアイテムだから。これをそうですねっていうこと。結構ねプレイマットでも人気のものとかもあるんで。このプレイマットの上にカード並べてちょっと並べた感見たくない。あ、確かにね。上に並べてちょうだい。この上にちょっと開けていきましょう。見づらいけど。え、だ10万だからまだあるでしょ。全然あると思います。お。カード。ラッシュ。ラッシュだ。ラッシュさん。ラッシュは信用できる。お世話になっております。ラッシュは信用できる。やっぱ堂々とした男らしい。店名を出している。店名を出すっていう。ラッシュはもう余裕があるね。え、これが、これ最後ですか。これ福袋の中身ですか。福袋の中身。全部。福袋の中身。これで全部。これが仲間。おお。じゃあすげえ。これはすごそうですよ。え、じゃあ。はい。どれからか言っていいってことか。ああ。え。おそらく。これだ。これだ。何がな。どれだ。うん。このベノム君のそうね、手で持ってる辺の。おお。すげえ。それ全然高い。可愛い。それ全然高いこと。私あれだよ。今日は女の子引きに来たから。ああ。いや、そう本当に言ってましたもん。言ってた。配信前に。そう、去年ブルーアイズとかだったんですよね。そうそうそう、ブルーアイズだったんだよね。で、これ相当いいんじゃないですか。そうだよね、その前はブラックマジシャン系だったんだよね。そうだそうだ。そう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 、確かにマジシャンには必要だ。欲しいなって言ってたし。お？次は？はい。こっちー！左。こっちー。サイドからね。うん。攻めてかさみ打ち。ブラックマジシャンか。え、めっちゃいい。いいな。いいな。いや、ちなみにこれ何の？さっきのこれテンティス。いや、これはテンティスじゃない？これあの DVD かなんか CD かなんかの特典のブラックマジシャンガールで、今も多分5、6万
にもっとするかな。すげえ。今2回くらい8万円とかなんで、うわ、開封品だったら5、6万ぐらいで、今のも1個前入れたやつもまあ4、5万えっ、バカやぞ。もう10いってるんじゃない。やったー、カードロス最強。カードロス最強。ここで買えばよかったかも。いや、ラッシュか、やっぱりマジか、これ。ラッシュか。ってことは、じゃあってことは真ん中し、押し、押し、ってことはこの流れだったら、そうだよね、この流れだと、この流れだったら、ぶ、し、ぶ、しょ、師匠、ぶ、ぶ、お、おー、YouTube だ。おー、決まりよし。かわいい。ティマスに乗ってますね。勇気師匠、これ何のやつだっけな。やったー。いいね。いいよ。こういうさ、やり方してくれる。そうだよね。楽しませてくれるよね。シナジーでね。そうそうそう。めちゃくちゃかわいい。羨ましい。やったー、当たりです。龍騎士ブラックマジシャンガールのプリシクも、まあ2万ちょっとぐらいはしてるんで。めっちゃいいな。これはいいセットですよ。やったー、素晴らしい。いいね。目標がね、はい、なせたね。そう、なせましたね。これむちゃくちゃいい袋じゃないか。めっちゃいいじゃん。めっちゃいい。満足度高すぎ。やっためちゃくちゃいい。これめっちゃカメラ目線で恥ずかしかった今。あー、なりたい。あと鏡すぐ出てくんの怖。どんだけ知識やろ。まあいいじゃないですか。これが福袋よ。そうだね、素晴らしい、うん、これが福袋、うん、こう、よかった、軌道修正してくれた。楽しい回だからね。楽しいね。いや、ちょっとみんなの楽しい、ね、渋さもこれからだから。みんなにこれから今の俺のみんなに笑顔番宣だから。ジュールで笑顔、笑顔最高。スマイルワールド発動。ニコニコ。え、10万福袋です。やっぱ名前、名前出すだけあるな。あ、堂々としてるわ。この場使えよと言わんばかり、うん、最高でしたね。ありがとうございます。そしたらお次どうしましょうかね。ちょっとまだ行ってない。どうしようか。いや、俺はちょっと諸事情により後回しで。あ、そうですね。じゃあその方がいいかな。俺が行くぜ。はっ、うわ、出た、シェイカさん。お、S をね、うん、デュエルディスクとして、うん、気に入りすぎでしょ。絶妙に収まりいいんだろうな、それ。あ、いたいたいた。お、あ、いたいた。普通に強そうな敵キャンプで出てくるんだよ。うん、さあ、俺様の福袋はいくらか教えてやるぜ。あ、まずね。あ、待って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 。急に来た、急に来た。マイ、これって。これはこれ、チャイカなら始めてるでいいんですか。ハッピー、ハッピーアクセスが入ってるみたいな。花畑チャイカの福袋は、はい、200万円だ。嘘、買いすぎ。本気すぎるでしょ。去年買えなかった男。そう、去年買えなかったから。私は去年福袋は買えなかった、うん、遊戯王の、はい、その反動により効果発動。俺の財布を破壊する。2年分の反動来てる。2年分だね。すげえ。そうね、だいぶ大ダメージを受けたぜ。やばいな。え、これは強 い。一応裏面見ていいですか。さ、このアジア版かな。あ、裏面オープン。あ、国内かな多分。おお、はい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 、まあ、とりあえずなんかパック入ってるな。まあ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 、ね、まあ、ちょっとボックス見ていきますか。じゃあ200、200万の第1個目ってことですかね。まい、うん、いバクラ、バクラ、いい、ね、バクラくん、え、お目が違います。え、これさてはか、さては、あら、さては歴代レジェンドデュエリスト、あ、ちょうど近いねんか、これ。歴代すごいすごいすごい。カイバー、カイバーガイバー、ガイバー、ほんでアイボー、アイボー。これ背中抜けんな。いや、これはすごい。え、すごいすごいすごい。いいね、このラインナップ並べときた。いいですね、非常に。これいかついっすね。うん、まあ、いくつか、そうですね、高くなってるボックスもあったはずなんで、うん、これはいいと思いますよ、うん、いいぞ、これは飾って嬉しい、うん、そうですね、うん、はい、セットになってるし、無期待衝動と戦いつつ、うん、戦いつつで、うん、いい、いいぞ、いいぞ、うん、一旦、まあ、とりあえず一旦、うん、一旦、あ、でも、もう、どうだ、もうちょい何分ぐらい、もうちょい、一撃がでかいけ、え、次の一撃でかそうだったら、まあでも、あ、じゃあ、じゃあちょっと、じゃあ、これで俺はターンを終了するぜ。おい、引っ張るな。引っ張るね。200がこれなわけないもんね、だって。これだけなわけないから。どうします俺。まずは。あ、ちょっと、やしろさ。このカードをセットしてターン、うん、じゃあ、ちょっと、うん、俺がエンタメデュエルを見せてやるか。きな。やしろ。
マジ？はい、はい、と私の購入したあれ、うん、あれ見せてもらっていいですか？あれ私2つ買いまして、はい、2つ袋、はい、それがこちらになりますね。はい、ご自愛は2枚、え、これこの袋はこれだけしかない。ちょっと待って、ペラッペラやこれ1枚しか入ってねえ。福袋じゃねえ、マジでやばい、これ。俺はペラペラを買ったこれ本当に配信前に持たせていただいたんですけど、はい、羽毛のように軽かった。いやもうね、凝縮されてる。俺はこれを買うのが怖くてしょうがなかったけども、うん、買わせていただいた。そうそう、だから俺は今日内心2発しか打てない2発ね。だってこれから開く紙袋じゃないですか、ね、そうなんだよね。じゃあここに入れよっかって開くとこがね、うん、これやばい。俺は2発しか弾が打てないので、じゃあここに50万円分今から入れますみたいな新品さだからこれやばいじゃあちょっと一袋いいですか。じゃあ一撃まず一発マギさん、いいですか、ね、怖すぎる、うん、これ1枚しか入ってなかったですね、はい、まず俺前後編に分けたいんで、ああ片方だけ、うん、そらまず片方、無論無論、次のターン何もできない。うわー、ちょっとこれだけ、あ、2枚、やっぱ1本3枚入ってた、3枚よかった、うん、よかった。じゃあどうした、1枚オープンしてターン渡してもいいかもしれないし、とりあえず1枚どれか、そうですね、うん、どれかと指定してもらって、これ一袋っすよね、まず50万円分ね、うん、50万円、この3枚で50万が集約されてる。確かに、どれか、ピピ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 ピあれだ、ピョイーンピョイーンピョイーン、ちょっとエンタメ授業してる、2Dアクションゲーム感出たけど、アクションゲーム、アクションクラウド回避、早い瞬発力、レースカイ、レースカイエリア、エリア人気のカード、ね、人気にします。俺が女の子のカードが欲しかったんだ。可愛いカード引きに来たんだよ、うん、そう、これ確か20万プレイヤーの20万そんぐらいあるやつ、20万、確か、おお、やば、すげえ、めっちゃ嬉しいんだけど、え、うわ、怖くなってきたな、まあ、そうなったらそうなったらよね、うん、そろえてるか、どうします、うん、で、右いけいけいけ、 OK です OK です、えっ、マスター違い、イラスト違い、これ10万くらいしない、はい、これ15万とか、うわぁ、え、ズルマスカレーナ、これちょっとね、いや、言いすぎれたんだけど、マスカレーナ欲しいなって言おうとしてたんだよ、欲しいな、めちゃくちゃ、まさかの欲しいの当てましたよ、これまさかの、すごい、ちょ、ラストどうする、これ、一回も、お前が決めろ、そうだよ、一回取っといてもいいし、取っといてもいいし、取っといてもいいし、どうする、いや、まあ、行くか、あ、行きます、行きます、行ってるし、200万とかね、すっごい、はい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 、ちょっと、え、俺だって分かってた、これこれ嬉しすぎる、ヤクさん萌えぶた換気ですか、ありがとう一番嬉しい一番嬉しい、同じぐらいします、そう、同じぐらいする、そうね、だからすげえ嬉しい、50は超えてるだろうね、超えたって感じ、めっちゃ嬉しい、これ全部飾ります、家に、ありがとうございます、これはガチで嬉しい、これは多分20万ちょっと超えなんですよ、うん、あの2枚が多分、だから、うん、まあ、15万足せて、まあ、やっぱり60前後くらい出てるんじゃないかな、いや、ありがとうございます、はい、マギ最高あ、どうすこれはちょっととんでもない完璧来たんだけど、はい、信じられない完璧来たな、ちょっと読んでよ、なんだ一体、あ、追加届きましたってカンペが来て、追加って意味わかんないじゃないですか、そんな福袋配信なんですよ、飲食店じゃないんですよ、追加届きましたじゃない、どういうことだ、うん、イブラヒム、実は普通にあの、はい、スタンバってる時にみんなで、はい、あのツイッター見せたら、なんか福袋新たに出た情報が出て、うん、ちょっとじゃあ買おっかって配信前に買おっかこれって飛んだハリキンボーイが来たもんだから、誰が買ったかっていうと、まあ、自分イブラヒムとヨルミレナさんが買ったんですよね、そう、買いました、追加で直前に、うん、そう、当てられたか我々に、で
それを今開くかどうかっていう追加で我々の正気に正気を疑う。開けちゃうか。ほかほかの状態で。お前ら100点。デビルハンターの才能あるよ。一応袋もあったじゃないですか。これまだあるのよ。買ってあるやつから。そう。ちょっとそっちから。うん。確かに。行きます？追加じゃなくて持ってきたやつから。もともと持ってきたやつを全部消化してから、うん、今追加のやつ増援やろうかな、うん、俺は。うん発動タイミングとしては、うん、発動タイミングとしてはその方がいいかもしれないんでそうなさるか、うん、そうタイミングを逃さるようにって感じで、他一旦じゃあ一周した感じ僕はもう一発しかないんで確かに、うん、皆さんに託しますじゃあ俺に戻る戻るか社長はあれ社長は社長はあれ開けてないやついるのそれだけまあ、いやまあ繁盛さんまあまあまあ確かに本当にあの綺麗すぎてまあ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 今年買えなかったもしかしてもう一巡あもう一巡もう一巡ちょっと考えたい分かんないけどちょっと考えようかまだ届いてないのかじゃあ俺の届いてないかもしれないじゃあ初めに戻るかどうしようかな俺とって満足感あるなそうめちゃくちゃ嬉しいどうだ今なのかどっちなのえいやもうお任せしますよ、ね、お任せします言ってもらっていいか俺とかクッション性高いんだよ、ね、クッション性クッション性じゃあどうしよう吸収してくれるかあのちゃんと、元からってやつちゃんとお店で買ったであろうなっていう袋2枚2個はいっちゃおうかなはい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 いいですねそっちでじゃあお願いします面白袋も面白袋あるんで俺ねそうそうそう、ね、面白袋なんですよめちゃくちゃ面白いからいやそれ面白袋あっていやそれ開けんの超怖いんですけど、ね、それ正解まずじゃあちょっと正式なやつではいはいはい、はい、不正式なやつとはでその袋が、うんまあ、2袋あってはいはいはい片方が、はい、8万、うん、おで片方が10万10万ですねこれをちょっとじゃあクッションに使いましょう、ね、あでも福袋ですから福が詰まってるに、ね、じゃあ8万の方からサクッと開けてもらって、うん、福袋だからよ次生で生で開けてくれるっていういいな臨場感あるなまずは、はい、サプライというかデッキいいデッキですよこれはありがちなね非常にいいデッキだ暗黒界だ、はいはいはい、暗黒界の最近のやつかなはい、うん、8月出ました、ね、いいですねが、うん、2つという中途半端なね、はい、まあ、欲しいあの遊戯王における偶数中途半端なんですよ、うん、確かに3枚欲しいよね、うん、おおあれこれは箱かななんだこれなんだ法的に箱だうんあワールドプレミアですねはい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 これも2つ、うん、これも2つこれもなんかちょっと熱いの出たはず確か、うんうん、ワールドプレミアがあれかなあのプリシクのエクゾでしたかねなんかその辺のちょっとコレクター的においいのが入ってるスリーブかなスリーブ丈のアンドは何のスリーブでしょうなんだこれはおアポロウーソー待ってこれデュエリストカップ2022これいいんじゃないかこれこれいいんじゃないかこれいいんじゃないこれ大会参加者にしか配られてないのやつじゃない、うん、アポロウーサのトラップか魔法カードのイラストのやつ、うん、おーめっちゃ可愛いほう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 アポロウーサ可愛いっすね、ね、いいっすね相場わかんないけど良さそうそれその他は8万の袋は、うん、はいはいはい以上かなまだあるのか あとこれじゃないやっぱシングルそれシングルこれでしょ、ね、ちょっと、そう来なくては周りがちょっと良さげだからシングル怖いけど行きましょう、まあ、もう満足だろみたいなもういいだろみたいなおー3枚来ましたよ来ましたどれから来てるのやろうせっかくだしあどれかなどれかなああどれかなこれこれだ虹バラの素材みたいな、うん、多分使われます使われんだろうね多分俺タイクがティスキューいいよいいよいいよイリツインかわいいめっちゃいいなそうちょうどチャイカさん欲しいって言ってたのそうそうそうあれさ欲しいなって言ってたえめっちゃいい嬉しいめっちゃいい俺もこんな思いができるとは嘘だろなんでそんな卑屈になってるめっちゃ卑屈になってるおいめっちゃ嬉しいぞ続きましてはい続きましていきますかはいそれだどっちだこれ真ん中かおんドンはいあでもこれもいいえじゃあさこれもう一枚あれってなんだこれまさかどんなもんだっけ
これでも当たり枠に入っててもおかしくないよ。なんか多分そうだった気がしますけど ね、 強いですね。当たりっぽい。なんか見ます？萌え見て萌え萌え萌えできたから。ちょっと見てもらっていいですか？ちょっとあのなんかムキムキなの来てちょっと引いちゃったね。急に体格変わったからちょっと急に大男来て引いちゃったね。みんなテンティスですよ。テンティスだったら1万ぐらいですね。1万2000ぐらい。はいはいはい、いいじゃん。いいね。じゃあラストお願いします。はい。ドン。おお、めっちゃ強いやつ。めっちゃ強いやつ。これが来たことによって強くなったから。デッキになった。デッキになった。おお、これが8万。はいはい。8万って見たらどうですか。いいんじゃない。いいんじゃない。サプライ見た感じでも合わせて。うん。なんかそうサプライ高そうでしたよ。うん。じゃあトータルで見てもね。全然8万以上の価値ありそうです、うん、そうですね。プリシクのトラブルさんにも2万ぐらいしているっぽいから、これは素晴らしい。僕ではでも多分ライゴーをイビルツインだと勘違いしてたかも。ワンチャン入るかも。入るかもしれない。じゃあちょっと10万の方もいっちゃいますか。お、いいんですか。同じお店で買ったんでね。はい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 。さあイビルツインでセットできたということは10万は何になるのか。あ、はいはい。だから偶数がね、一つ余ったりなんだね。一つ余った。一枚は水没させても OK。 何かしらの間違いで飾ろうね、これね。お、あれ？ってことはシングルで価格の差分取っていく。なるほどね。じゃあ同じ感じなのかな。周りのその辺はまあまあまあ変わらずで来る感じなんですかね。あ、で、スリーブ。スリーブ。まさか。まさか。ドン。あー、同じで。ここまでは同じで。ここまでは同じ。ここからが、ここからシングルの2万の差どう埋まるかっていう。そうですね。何を入れてきてるのか。ここですよね。こうね。これ、これってやったもんね。うわ。これ。役所、これ緊張するね。なんか、やっぱり、お店はやっぱテーマ性を重視してるね。ワクワク、うん、いやでも同じ、あ、そうね、3枚だろうなと。やっとく、やっとく、またやっとく、素材取っといて、素材取っとく、そうそうそう、かぶるからな、みんな虹バラも、はい、じゃあ、これ当てできた。昇竜拳で昇竜おー。マスカめっちゃいいじゃん。さっきも見た。一撃じゃないですか。一撃じゃないですか。もうこれ。え？バクアドじゃない？え？ワンパンチ？ワンパンチじゃないこれ。え、ガチのワンパンマンで終わった。え、十万以上あるでしょこれ。だってさっきも15って話したから。いや、乗ってるはずですけど。俺もテンポで見たらこれ。おい、マジかよ。手届かねえって思ってたやつ。じゃあ残りにの。あー、めくり順番ミスったんだ。まあ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 。いや、でも、安心してめくれるから。安心してめくれるから。そう分かんないよ。余裕でめくれるから、ここは真ん中、お願いします。おおー、よいよいよいいじゃん、いいじゃん。これも1万円台言ってたと思いますけど。なんか、ガチガチ汎用カードセットみたいな。なんか普通にデュエルで使ってね。普通に汎用セットの可能性あるね、これ。じゃあ、何だ。じゃあ、残りもガチプレイヤー向けすぎる、これ。ダークプレッシャーの。いや、しますよ、これ。全然するんじゃないの。エスカーだもんね。ありがとうございます。おー、よかった。めちゃくちゃいいでしょ。これかなり元取ってんじゃないですか。かなり。マスカレーナが。マスカレーナやばい。違いマスカレーナやばいでしょ。あの、俺も仲間に入れてもらえたということで。外すつもりはいいですね。本当に友情。すごい。素晴らしい。お得ですね。いい店ですね。めっちゃいいお店でした。めっちゃいいお店でした。多分そのままにしてあるんでね。じゃあ次、順番的に私か。ですかね。じゃあ私は実はお正月にさっきの10万の福袋とオリパを買ったの。私も実は。オリパ。オリパが一口10万する。やばいです。10万のオリパやばい。10万。それは。4つ。おお、4つ。ドヒャー。ドヒャー。ちょっと
い怖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 い。一旦一つ。あ、一旦行きます。どうします？一旦じゃあ二個。二個行きます。二個二個行くか。はい。楽しい。おお。これ人の見てるのも楽しい。いやこれ。神企画。神企画。一枚10万でしょ。そう。いや。何入ってんの？確かに何入ってんだろうね。限られるよね。ね。うん。さっきのマスカレーナ。マスカレーナとか。そうかもしれない。10万オリパって、うん、結構遊戯王では私ないかも。買った私も初めて10万買った ですよ、うん、だって10万オリパって、うん、あるんだって意味わかんない水が、うん、そうだよね、うん、そこまでいったらねランダム要素を最小限にしてほしくなっちゃうから、うん、準備中とのことで。いいっすね。今のところみんないい感じ。いい感じ。あ、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 失礼します。あれやるぞ。時間あれやるぞ、はずいって。あれやるぞ、はずいって。あれ作るか。あれやるぞ、あれやるぞ。行かないと一人足りないよ、パーツが。くぐってくぐって。あ、危ないよ、危ないよ。そう思うね。モニターくんだ。テレビ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 くんだ。うわーすごい。足見えてる俺の。やったー。うれしい。イエーイ。会えるんだね。本当に。会えるんだ。テレビくんもう夜済みです。はい、あ、準備できたらしいですよ。じゃあとりあえず見ますか。はい。うん、じゃあ、二口ほどお願いします。来ますか。わー、ラッシュ。ほら、10万。ラッシュさんは間違いねえだろ。ラッシュは大丈夫。すごくない？いや、すごい。ま、私も初めて見た。見間違いじゃなく10だな。これで10。怖い、これ。これ怖い。怖っ。じゃあ、いくぞ。どっちにしようかな、どっちにしようかな。どっちにしようかな。こっち。お、どっちで。そっちだ。そっち。こっち。おお、めっちゃいい。リンって来るぞ。しませんでした。あれこれも一番しませんか。え、違うのやつ。リンってえ、どうだっけ。ちょっと、え、霊使いの中でも。え、ウィンってウィンってどうだっけ。一番え、いいんですか。ちょっと待って。え、ちょっと調べます。え、これ前提数。はい。え、30万の。3倍。え、前提数30万っす。マカジノ。すんげえ。カードラッシュ最強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 。マジで。マジやばい。すげえ。マジか。嘘。は？やば。すごすぎるだろ。大当たりわけでしょ、これ絶対。大当たり。反対が何来てももう見てる。確かに、もう反対が何来てもいいかもしれない。信頼の下がった折り返し。来い。保証が。めっちゃ良くないか。全然良くないか。メダカ違ってね。でもカナリちゃんは確か。でもどうだったっけ。え、でも6とか5とかそんなんだよ。そんなんだよ。うん。でもカガリ。カガリのイラスト違いプリシクですよね。でもまあまあまあ。いやいや、まあまあ言ってる気がする。4万ぐらい。4万7000。まあまあでも。4万7000。おお。どん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 。なるほどな。言ってる。あれ。なるほどね。なるほど。ちゃんと元は取りに行ってんだ。これはいい。元は取りに行ってんだね。うわー。でもこの上下は、いいですね。いいですね、非常に。たまんねえな。すごい。激アツ。すぎてる。これは激アツ。ちょっと脳汁出てるわ、今。人のオリパナなのにさ。やばい。脳汁出てる今。ありがとうございます。最強。ちょっと、どうし一応概要だけ伝えるか。じゃあすごすぎるだろう。どうしたのさっきから。どうしたんすか。そうだよ、焦ってない。ちょっと焦ってはいる。自分の話すんの苦手なんでしたっけ。あ、そうそう、苦手なんですよ。苦手なんですけど勇気出して自分の話していいですか。シャイボーイ。あの社長が普段自分の話全然しない。ゴゴミボーイ。普段全然自分の話しないですけど、シャイボーイだから。ちょっと本当にね、ちょっといろいろあって、いろんなね流れがあって、私は本日400え？は？
500円ぐらいだよね。400円ぐらいだよね。聞き間違いかな。じゃああれかな。そんなわけない。スーパーレアのね、400万です。え、400万です。買ってたよね、福袋。買ってました。400万。400万。見えてる見えてる。ここあと見えてるよ。おもろすぎる。本当に来年はやらない。もうこんなことは。うん、来年はね。ちょっと来年はもうインフレが起きちゃうから。そうインフレが起きちゃうね。来年はもう絶対こんなことしない。それ私もです。俺も、はい、俺も俺も。あの皆さん本当に今年がもう最後本当に最後な。こんなのは。400、200、100だもんね今のところ。おかしいからね。ちょっとじゃあ。400のオープニングだけ見るか。あ、はいはいはい、400のオープニングはもうなんか流れがある。100ぐらいあるでしょ、400のオープニング。いやーちょっと本当にだから、うん、気が気じゃなかったんですよね。なるほど。年始。そっか。さやかさんの2倍だもんね。周りに400使ってる人いると俺も400使いたくなっちゃう。いやまずいです。ひるさん、それはまずい。それはまずい。ダメなんですよ。それはまずい。でも増援発動しちゃったから。そうだよ。増援がいくらかはまだ言ってないから。うん、確かに。いやー、怖え。おい、髪切りにこんなに使ってるやつがいるって本当？クレームが止まらねえよね。どすんだ。どすんだ。髪切りじゃねえ。カード分けんだ。人を傷つけることもできる。そう。拳銃持った男にも勝てる。ガキーン。ガキーン。カードに傷がついたわ。バーン。ガーン。君は銃で襲われたらどうする？いきなりね。なあ、君の手元には遊戯王カードしかない。僕らはね、あの買ったからさ、福袋で強いカード。ああ、確かに。ガキンってできる。うん、君らは撃ち殺されて終わる。何も守れない。命の値段で考えたら、うん、別に400も。まあ安いですよ。まあね、命には変えられないですから。全然。そう。これでこれを買ってなければ死んでいたかもしれないから。うんうん、あ、そうだ、うん。なぜなら、うん。じゃあありか。ありだ優しい普通にマジで、まあ、1日買いに行ったんですよ俺も福袋、はい、午後ぐらいに、はい、本当に人多くて、ね、多かった、うん、意味わかんないなんか、うん、だってえそれ50万すんだよってそうだね、売れるんだもん言うじゃん、うん、普通に買ってんのよ普通の顔してみんなそう、うん、いや何してんねんっておかしいいやおかしいよおかしいちょっとおかしいし、うん、俺まだそのおかしいと言える側にいるんだけど、うんはいはいはい、今日ついに言えないかもしれないあもう無理いけるらしいですじゃあ分かりましたちょっとずつ見ていっていいですかねはい、はい、何来るんだろうそうしていいですかまあ、うん、見ますかオープニングおはい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 はえ、何これ？これ入ってんじゃない？これはブラマジガールが、あのブラマジガールが入ってる、はいはいはい、DVD、そうですね、DVD の、でも開けないとブラマジ見れないの？確かに。開けようぜ、開けようぜ。ちょっと待ってな。開けようぜ、爪で開けようぜもう。ガリ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 。今ちょっとやったらしか。一瞬やったら今。やってないって言ってた。やってないか。やってないか。あ、じゃあ。じゃあいいか。でも入ってるか見えないしね。ね。うん。おお、うん、何これ？何これ？何これ？2017年。アジアチャンピオンシップ2017準優勝。え、これやばいんじゃないの？これ何？初めて見たんですけどこれ。え、何これ？デッチケースかな？あ、可愛い！いい！大きな帽子。え、めっちゃ可愛い。ケースかな？ですかね。え、これ何入ってんの？ちょっと調べていいですか？ケースかも。うん。分かんない。何が入ってんの？分かんない、ここ。調べても出回ってるか分かんない。いや、何これ？そう、待ってね。ノットフォーセールとは書いてある、右下に。待ってください、今調べます。まあ、ストレージなのか分かんない。大会入場者が買えるとかなのかな。会場のとか。ノットフォーセールって書いてあるけど。これなんだ？これ、なんかの特典。一体なんだ？アジアチャンピオンシップ2017公式限定ブラックマジシャンガールデッキケースですね。はい、あ、じゃあま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 あ、これはあれ、普通みたいな。サプライズ。まあ、5000円ぐらい、うん。あ、そうなんだ。うん、あ、いやいやいや。ちょっとまあ、多分。マジもうこれ。中に何か入ってたら、オープニングが怖すぎる。おおー。こんなのあるんだ。はいはいはい、
これマスターベールでもつけれるスリーブ。これってあるあるある。これやつですよね。これ何マジで。なるほど。なんかすごいのってあります、ね。6属性セット。6属性。へえ。俺のデッキはこの属性ですよみたいなのをアピールできる。しちゃダメだろ。ダメなんですけど。マジで知らんとこ来てるな、なんか、うん、いい、こういう外堀埋めるのいい、うん、いいね、まあ、そう埋めてきてはいる。埋めてきてます、外堀を。宝石や福袋のね。はいはいはい。素敵や。おお、セット。これはありがとうございます。これはいいですね。これはいい、ね、はい、非常に中に何入ってんだ。これも中もうみんな分かってるやつ。なんか何でしたっけ。2、3種類ぐらいあるんだよね、うん、中に入ってる。ただ私確かにこれ去年なんか当たってた気がするから、これ開けよ。神、開けよって。開けてみよう、これ。開けようか。どんなもんかね。今、うん、今いいよ。一かけでいいよ。とりあえず開けようや。六属性スリーブセットが、うん、まあ8000、9000ぐらい。はいはいはい。でも未開封だ。そうですね。ね、未開封で。ジャブジャブだね。何入ってるかな。なるほどな。さっきのさデッキケースが5000円ぐらいと、うん、あれ全然届いてない。まあこう大丈夫かな。あれひょっとして間違えた。けたひょっとしたらそうかもしれない。40個ゼロ1つ間違えてる可能性はまだあるかもしれない、うんうん、あまだ外堀の段階じゃない、うん、まあね、うん、外堀だからな、うん、まだ、うん、当たり外れ大きいんじゃない、もしかして、うん、ちょっと待って、なにこれ、こんな入ってんの。めっちゃ欲しかったこれ。スリーピースの中にこれ、あの、ゲームボーイアドバンスかなの、うん、ダンジョンダイスモンスターズ、はいはいはい、っていう、あの遊戯王が、はいはいはい、あの、そう、一回、そう、また別でやってたやつがあって、あったね、それの、得点カードなんですよ。へぇー、そう、で、これ3種類あって、あの、光り方が、うん、で、その中で、このピンクの発光しのやつが一番レアなんですよ。おぉ、はいはいはい、これはすごいじゃん。めっちゃいい、めっちゃいい。あの、で、今なんか、ごめんなさい、カメラの関係で今 20th アニバーサリーセットからこれが出てきたみたいになってましたけど、あの、また全然別場所ですね。さすがに、はい、これはめっちゃいいじゃん。めっちゃいいな。これはすごいです、ね、このまま飾れるし、ね、マジか。これその壁行きだよ、これ、ね、これ壁行きです、うん、壁行きだね。貼れるもんね、貼、うん、れるやつもらったしね、はい、うん、メタボルポットの隣に貼ろう。メタボルポットいいなぁ、いいなぁ、捨てさせられる、うん、こんな綺麗な状態でね、残ってるもの。いやそうなんですよ、なんかだんだかんだ言って昔のカードなんで状態いいもの少なくて、うん、今見た感じ結構状態良さそうだし、うん、ね、綺麗でしたね、嬉しい。はぁ、よかった。んこれで、おい、なんか不正に4枚入ってある。怖い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 、え、なにこれ、怖い怖い、薄くない、怖い、え、これ当選品か、当選品だ、これ、お、なんかの、なんかの当選品か、あー、ブラックじゃん、なんのプラマジ、これ大会の、これは、なんかの検証のやつなんですよ、多分パックあ、キャンベル、いか使ってっていうやつで、3000名とかに当たるブラックマジシャンで、うわー、で、そう、3000名限定で、これはあの初めて私とヨルミさんが遊戯王の福袋を開封した時に出ました。うわー、あ、でも当選付きじゃない、そう、当選書付きじゃないから、うん、そうだよね、うわ、当選書付き、じゃあいいじゃん、めっちゃいい、そうだから決闘書じゃん、もう、そう、これおめでとうございます、ね、じゃあ3000中に2人、はい、今、そう、2名分いる。で、このカード3000枚しかない、3000枚しかない、うわー、マジか、えぐ、やば、いいな、えぐい、未開封で、うわ、大事にしなくちゃ、紙も、うん、やった、うん、当選書付きは持ってなかったからな、そうだよね、どう別で飾ればいいんだ、これ、うん、どうしよう。やば、え、これオープニング、オープニングなんですか、これ自体は、あ、このターンのラスト、もう1枚、あ、じゃあ、で、今のブラックマジシャンは今多分15万ぐらいだと思うんですよ。なるほど、うん、はいはいはい、全然、まあ、全然って言っても全然はおかしい、いや違う違う、もうおかしくなってる、全然っていうのはその、ミンとかのが高いって言いたい、あ、なるほど、ミンとかエリアとかあっちのが高いって、まあまあそうだけど、まあまあそうだけどね、そういう話がしたい、私は今、え、ちょっと後でトレードしません、なんかちょっと、え、あ、え、え、これ、これ未開封の初期のやつやな、初期の、うわ
ボリューム4ペガサス、うわこれ気まぐれクッカーが開けてたやつだコナミのねアイコンが古いもんね。ごめん叩いちゃダメよ。ダメだよ。うわこれ抜こうよこれ。つぶされる。これ抜こうよ。150円だ。やべえ。これ一番。やべえ。これ本当に私が遊戯王を始めた時最新弾これだったんですよ。うわ。ボリューム4。思い出のじゃん。吐き気するわこれすごい。これやばいやん。なんか何入ってんだこれ。動ってくる。確かデーモンの召喚とあと封印されし者の。のなんかどこかパーツ、はい、パーツがウルトラだったのは覚えてます。確かそんな開けらんねーよこんな。これ開けらんねー。うわこんな四角いかったの。いやちょっと怖え、ね、やばこれ。やばいでしょこれが。かつてコンビニで雑にこう置かれてた未開封。でも昔から遊戯王ってブームすごかった、すごかったからね。なんなら落ち着いて今ってレベルじゃないですか。当時から考えたらやばかったからやばすぎる。なんかこんな気分になるんすね。なんか化石見つけたみたいな。骨董品だよねこれ。もう博物館できちゃった。いやちょっとできちゃったか。ちょっとフォローの気を。ちょっと私の心が持たないから。一回ね。オープニングでこれえぐ。確かにオープニングえぐいね。これえぐいな。いやマジか。いやでももうなんなら時間余ったらもう開けて。やめときなって今そういう気持ちになってるだけだから。あそっか、ちょっと高ぶり。焦ったら後悔してるからやめたくない。あ冷静ですね。よかった IGL 行ってよかった。いや冷静だね、さすがに IGL IGL 冷静だった。じゃあちょっと一息ついていいですか。あ、まあ、プロトレーちょっと一回水とか飲んで。水とか飲んだ。これやばいな。落ち着こうか。これは。怒涛のね。これやばい。ちょっと。マジか。いやー。うわ。ああいう系がね、社長に言ってよかったよ。いや本当にそう。俺は向いちゃうからね。そう。行かれてる。しかも IGL いないから休む。俺いないから。今ユルミさんが止めてくれて。いや確かに向くのおかしいか。向こうぜとか言って。俺骨董品容赦なきゃ向くタイプだから。まあ2個出たらカードは向くためにやるから2個出たら考えちゃうかもしれない。あとなんか向き方によっては俺耐えらんねえんだよね。もうあのねえハサミで向くよね。えっいやハサミだな。さすがに確かにね。右とかやつやない。いやよかった。最悪手かもしれんと思ってたから。いや満足すぎ。いや俺あのシュレディンガーの猫状態を保てないから。中見てって。そう中見たい。ちょっとエグいな。マジか来たな。この空気感なんだ、うん、ちょっと疲れたな。よしじゃあどうする。いけます。私あいや違う体力的にはいけます。あ体力全然、うん、続きましてやりましょう。続きまして続きましてちょっとまあターンはでも渡そうかなっていう感じなんですけど、うん、僕行こうかな。はっすごい、はい、行こうか。200万の一旦をじゃあ一旦ね。あやれやれ、やっと俺のターンが回ってきたようだな。俺のターン、ドロー。律儀にあれ毎回やってくれる。優しいな。200万福袋オープン。そうあれか今デュエリストパックが6つだったの。6つあのセットが見えた部分で、あれでもすごいけどね。くらいなんだろう。うん、おお、なんだ星1。なんだ星1が2個。頼むぜ。ちょっと切れてるけど。星1のモンスターが3体来るぞ。ユーマ来るな。これやべえ、ゴールドラットが来ちまう。オーバーレイネットワークを構築。どれから引くって言ってるよ。まずは頂点の星から出でよ。何が来る。何が。うおー、なんだ2枚いる。4枚か。よえ、我が4枚のカードをお見せしよう。うん、行くぜ。下から行くか。うん、それがいいな。クローブベース。うん、お前の力を貸してくれ。オープン。ユーマ。綺麗。初期かなこれ。状態やばくね。初期めちゃくちゃ綺麗じゃね。これ何。昨日向いたみたいな綺麗さですか。確かに。誰こんな綺麗な状態でユーゴ持ってた人。ニアミントあるでしょ。いいな。モンスターを融合するぜ。何をだ。何？わあ、クリボー。クリボー。初代ってこと。何だ。違う。最初のやつこれ。ボリボーが勝手に。書いてない。ね。
肥大化するよ。多分ボリューム7かそこらだったと思うんですけど。おーおー、で融合はスターターボックスですね。さらにもう一枚オープン。おー、取り入れよう。いい、いいですね。このラインナップめっちゃいいですね。 30% 熱い、化石が何も融合してこないわけですよ。これもスターターさんです。ゲートルボーイでしか融合できないよこれ。最後のカードはなんだ。オープン。おー、いいじゃないですか。カタパルトタートル。モダンでしたっけこれ。いいね。砦を守る翼竜を射出。えって顔する。クリボーは嫌いか。クリボーをね、無限に。でもなんか昔のカードの状態やつ、ね、普通に嬉しい、ね、嬉しいのよ、知ってるカードだからさ。めっちゃ綺麗だわ。めっちゃ綺麗。いいね、うん、これカードマジで新品かどうかって大事だから、ね、新品というか状態。そう、全然売り値変わるんで、売り値というか。どうするこれ、続いていいのか。私はもう一袋ぐらい行っておきます。欲しいって、せっかくだし。そう、欲しい。これだって200の一端でしょ、この袋も全部。そうそうそう。あれあれあれ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。欲しいよ。オープンするぜ。お疲れ様でした。してる。どっち、どっち、こっち、こっちだった。うまい、うまいんだから。まだ本気よりキレあるから。ちょっと3枚です。3枚のカード行くぜ。俺のターンドロー。召喚。おお、バックマンシャン。え、綺麗。めっちゃ綺麗だこれ。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。復刻じゃないな、一段だ。一段？はい。やばくない？ブラックマジック。やってるわ。やってるわ。やったー、ブラックマジック。え、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。めっちゃいいよ。欲しかったんだ。俺はブラックマジック。これはいいものです。しかもセンタリングもいいですね。いいね。初期の遊戯王って結構そのイラストの枠がこうちょっとずれたりとかあるんですけど、うんうん、センタリングめっちゃ綺麗ですね。ブラックマジシャン、ありがてー。これは素晴らしいブラックマジシャン。嬉しい、うん、こういうの、こういうの分かってるじゃないか。やべえ、腹が痛くなってきた。さらにもう一枚召喚。うわー、暗黒騎士ガイア。いい、これ1段のウルトラがこの2枚なんで、はい、いいね。これ多分そういう組み合わせだと思う。すげえ、スパイナルシェイバー。そう、スパイナルシェイバーってことはじゃない。これなんガイアが来たってことは。ブラックマジシャン、ガイア。そしてつまり、つまりオープン。あ、そっち。いい、いい、融合。めっちゃいい。乗っただけ。乗っただけ。融合、ユークスガイア。最高だ。これカーソルドラゴンの方が来るから。そう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 、乗りましたね。これも 3段とかでしたっけ。 2段か3段でしたよね、正直の。うわー、めっちゃいいじゃん。めっちゃいい、めっちゃいい、嬉しいですよね。これ嬉しい、嬉しい、嬉しい。やっぱ知ってるカードじゃないと。マジはやばい、超嬉しい。こういうしかも状態超綺麗だし。うわー、最高でしょ。じゃあ最後のやつ、いくぞ。キレありすぎる。本気より圧倒的にキレがあるから。あ、3枚ね。あ、待ってよ、でもどうする、ちょっと1回やめとくか。いや、いいですよ、いっちゃって、いっちゃってもいいですよ。おしみ、おしみとかあんだろ、どうせ。いったいったい。よし、カードをセットして、ふん、射出、射出した、射出した、昔のシステム。ヒュルルってやるやつ。パンパンパン。オープン。おー、あー、いいですね、いいですね。エルフの剣士。いいね。はい、これもスターターさんです。あれは勇気を支え続けてきたカード。素晴らしいです。はい。スターターボックスからまたやってきた。さらに召喚。うわー、デーモンの召喚。ってことは。いいですね。うわー。この辺で、ね。この流れは。この流れは。やつか、やつか。最後のモンスターはお前だ。やったー、アソブドラゴン。あ、アソブドラゴン。俺が攻撃するのは森だ。融合してねのコーナー。燃え盛り第一コーナーだ。いや、最高だね。コンボ攻撃発動。ちょっと並べてみたいな、これ。うん、勇気を支え続けてきたカードたち。そう、支え続けたカードたち。いや、めっちゃコンセプトあっていいですね。いいですね。めっちゃいいな、この並び。うわうわ、最高だよ。これをさ、並べてたらもうなんかおしゃれ、もう家が。いや、すごい。家がおしゃれ。この流れでクリボー入れてくれたと、なんか入れてたの嬉しくないですか。確かに、めっちゃ嬉しいね。嬉しい。クリボーいい。うん。おー、テンション上がるわ、これは。素晴らしい。わかってるね、これは。一旦ですね。うん、はい。これが一旦なのか。これ一旦。200万の一旦、すごいな。やばいって。たまんねえぜ、ライフを削った甲斐があったというもの。血の代償を払って、こっちは召喚しすぎやね。今5000ダメージ召喚したから。よし、
俺はモンスターで攻撃ターンエンドだ。テンションおかしいこと言ってる。毎回そう福袋向いてる時のチャイカさんが一番楽しそうだ、ね、そう一番楽しそうだね、例年で楽しい、いいっすね。いやすごい、ラインナップめっちゃいいな、ね、めっちゃいい、本当に、コレクター欲をね上げられるラインナップだよね、最高では。続きまして、はい、どうします。あ、そうだ、決めてなかった。まだあったかいまだあったかいのか、うん、まあまあ全然。でも俺、はい、じゃあ俺の、はい、ここでちょっと、あれ怖いやつ開けてる、はい、あれ気になるな。あれ欲しいタイミングがあればまだ今後でいいんですけど、多分ここです、ここっすよね、多分ここかもしれない、うん、ここかもしれない、一つ実はいい嗅覚すぎる、うん、結構お遊びポジで、うんうん、まあ、1袋2万ぐらいなんですけど、まあ、2万も大金なんですけど、うん、そうだね、その個人ショーケースから買った袋が2個あるんですよ。はいはい、個人ショーケース、個人ショーケースって、まあ、ちょっと存じてない方もいるかもしれないですけど、あ、まあ、普通の個人の方がショーケースを借りて、ね、まあ、物を売るみたいな感じですかね、うん、簡単に言うと、なんで、まあ、お店のものとかでも何でもないんで、何が入ってるかガチで怖いんですけど、買ってみたんですよ、2万。そう、2万のヤフオクで個人が作ってる福袋を買ったと思ったら、そう名もなきファローが作った福袋、一番怖いやつ、一番怖いやつ、それがこちらだって、何もするものがない、怖い、別に、よし、見てね、怖いよ、こういうのがいっちゃおもろいから、何が入ってるんだよ、ある、売り逃げしても OK な人が作ったものだから何も失わない人の可能性もあるから、うん、いや怖え、これなんで、まあサクッと、うん、いきますか、じゃあそっちで、一番これ一番じらしていいですよ、なんなら一番じらしてこれからね、なんならこれが一番じらしてもいい、いや怖えだって、やばい、真面目に作ってない可能性すらあるから、そうだね、うん、これ結構重かった、おおお、ネイルスワシート、いや実践的で、でもライフ管理してね、大会に行くときに、ね、すごくいいですね、大事、うん、メダル入るよ、シンティの記念メダル、オベリスクセットっていうのがあって、その時にそうオベリス中に入ってたメダルですね、はい、しっかり開封済みなのもありました、一回開けてるもん、しっかり開けてるのも、一回開けて中見てしまってるもんね、楽しんでしまったな、おパックデッキビルドパックいいわー、多分箱でもうレアリティ全部出たから、あーノーマルしか入ってないのいいわ、絶対そうね、サーチ済み、うん、サーチ済みなのいいわ、絶対サーチ済みだ、ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ、それそんなん絶対レア入ってねえわいいわ、最高だね、もう個数揃ってないのもいい、背負います、そしてスリーブは、スリーブは高いのありますよ、全然、うん、すん、おー、かわいい、ラスタの感じかもしれない、かわいいですね、いいですね、うん、これが一番安心かもしれない、確かに、これが一番の当たりかもしれない、ね、100万円なんで、これが一袋の、まさかこれが一袋で、これ一袋嘘だろ、かまだあれ、おっと、よかった、安心した、それだから最後、おー、やるじゃん、あるじゃん、じゃあまず袋じゃない方の、じゃあもう最後はね、スリーブの方見ますか、おまけなんだこれは、うん、やっぱりそう、安心した、うん、本当にやったサプライズところから、その辺なんだよね、うん、いくらなんでもよかった、あ、よかった、いや素晴らしい、これで大勝ちか、俺もこれ大勝ちの勝つだよ、やったー、これで俺も勝ち確定だ、ちょっと添えてるのがいいね、スリーブが薄いね、ちょっとね、ちょっと湿気をちょっと湿気を吸って添ってるのがいい多分じゃあ柔らけいスリーブに入ってるよ、テンポよくレンチャンでいっちゃいます、はいはい、まあ、いや全然いいですよ、ゆっくりでも、じゃあ左上上段からで、はい、1枚すんぽいいじゃないですか、めっちゃいいじゃないですか、裏裏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 隣からどんどん行っちゃいますか、はい、おー、指名者、あれやる気ある、やる気ある、ごめん、今までやる気感じる、やる気感じる、1000円ぐらいするんじゃないか、おー、やる気ある、しかもこれちょっと綺麗だぞ、いいよ、ちょっとしたいですか、番号なんだろう、ちょっと見ますか、試写生、番号によっては、
ちょっとまたいいか。うわ、ビギナーズエディションだ。これいいです。おー、すごいです。俺これめっちゃ買ったわ。普通にいいです。普通にいいね。開拓が出るって言うからよ。え、まだ、おー、マルフェアスかな。変更流サーダスト、いいですね。この漫画も買ったな、俺。買った買った。変換できませんからね。ごめん、結構真面目だった。真面目だね。真面目かも。うん、結構ちゃんと、結構ちゃんと商売してるぞ、これ。うん、いいぞ。はい。お、ジョンマス。ジョンマスベリー。え、いいじゃないですか。めっちゃいい。すごい。かっこいいね。え、うん、全然いいぞ。え、からの、おお、シェルベーラー、いいね。え、真面目だ。すぐ真面目だ。すぐデッキに入れてね。えー、はい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 。ベーラーは3枚いるからね。おお、あれ、良くない？待って、めっちゃいい。これ多分普通に、しかも大入り袋が1枚あったはずだから。確かに。あれに入ってたんじゃないのか。あれにこれが入ってた。あれに入ってた？大入りに入ってた感じですか。大入りに入って、大入りが別であるのってこれ。これで以上。これ以上ですかね。え、でも普通に、これで以上だとしても。2万円か。全然やる気ある、やる気ある、うん、ちょっと楽しみになったな。ゾンマスのレリーがちょっと値段いまいち分かんないですけど、うんうん、そうっすね、ちょっと前のやつのはずだから、うん、それ多分買い替えのレリー結構するんですよね。おお、全然いいと思う。全然いい、全然いいと思う。やる気ある。個人商ケースやる気あります。一袋終わり。一袋終わった。個人商ケースも夢がある ね、 ね、これ見ると。じゃあもう2万いきますか。いきますね。これ一番スリルあるな。そうだ。しかもあのそのショーケース、うん、まあ、あんま大きさないんですけど、うん、袋2個あって全部買ったんですよ、ね。すごいな。もうお前しか買えない。お前勇気すごいよ。この配信見て急いで探しに行ってもね。もうない。もうありません。これマジかよ。でもどうだろう。え、ちょっと来年買おう。個人ショーケース縛り。もう来年こういうので行こう。こういうの本当に、本当にそうする。結構おもろいかもしれない。なんかネットで買うよりも個人ショーケースの方がね、やっぱり愉快だ、ね。ちゃんと目で見て買ったし、店員さんも何入ってるか分かんないですみたいな感じ。なんか結構念押しされて買ったんだよ。いいのみたいな。何入ってるか分かんないよみたいな感じで言われて、いいですよみたいな。まずね、この辺のね、うんうん、でこの辺もちゃんとスーパーレアとか入ってる可能性まで、うんうん、あるかもしれない。ちょっと疑ってすいませんでした、うん、本当に、うん、っていうのもありつつ、うん、メダルはないのかな、今回。今回スリーブメ ダ, ルメダルないの。メダルないの。メダルない。じゃあカードに力入れてる。つまり、うん、そうだね。おっ、スリーブだ。スリーブ赤い。あれ、これまさか。あー、これいい。あー、なるほどね。アーク5のやつ。だいたいなんかこういうの、そう、なんかデュエルセットとかに入ってるやつだから、うん、デュエルセットの意外と、そう、単品でなかなか手に入らないやつだったりする。そして、そして、おお、おえ、おお、多いな、多いな、ずいぶん多いな。なんこれ、マジすごいよな。うん、ちょっと並べてもらって、うん、見ますか。うん、うわ、だからこのだからスタートが、うん、まあ、ゼロに近かった分、うん、内容がだからなんか不良が猫拾ったみたいな。期待値ゼロだからね。マジで比率出てる、これは。うん、このいや、めっちゃあるよ、なんか楽しませようという13倍楽しませようという気概が、気概がすごい。何この楽しみ。待って、ローダー、ローダー入ってる。ローダー入り来たんじゃないか。ローダー入りは最後だよね。これは最後にしていきますか。流れがあるかもしれないね。そこから行きます。ちょっとそうっすね、そこから行きましょう。いいんじゃないか。すおー、アルティマやつ、オルティマやつ、オルティマ。漫画版、タクシー、タクシー、赤きタクシー、赤きタクシー。そして、おー、いいじゃん、スタリング、シンクロドラゴン、いい、強い、強い、強い。シンクロ次元、これはね。おー、いいですね、シンクロスタートスパークドラゴン。え、めっちゃいいじゃん。かっこいい。はいはい。シンクロ世代か。シンクロ次元に迷い込んだ。おー、これスイーズ。テラナイト。テラナイト、セーフリット。はい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 。いいですね、いいですね。なんか全然これプレイヤー向けのいいカードめっちゃ入ってる。プレイヤー向けだ。あー、はいはいはい。あー、戦火いいじゃん。孫悟、孫悟、孫悟しく。そして2段目いきますか。はい、行きましょうか。す、はい、あ、いいですね。バレルゾーン、めっちゃいいじゃないですか。苦しくですね、バレルゾーン。すげえな。お、死者ソースね。ビーナーズの、はい、死者ソースですね。そしてなんか反りがすごいね。おっ、はいはいはい、おっと、汎用シリーズ、同じ汎用セットきた。これ汎用シリーズね。真面目セット、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 誠意を感じる。デュエルしてね。そう、デュエル。あ、さっきのターンで3枚じゃないこれ、うん、3枚だ。
そうだった。ここからまた違うカードなんだ。いやいやいや、あ、英語ですしかも。いいなこれ。ロイヤル。これホビーリーグかな。あのどうだ。これは HL だったらそうだけど、あ、また違うっぽいかな。でも海外のウルパラなんか結構プロモのこと多くて。これもこれだ。手に入れようと思うと難しいんだよな。海外版とかね、なんか、はい、オフレ。いいっすね。素晴らしい。状態全部いいし。次はオフレ。ちょっといやらしいね、ケース。何させようとしてきてるんだ、今。この人は。バスガイド。バスガイド。デスガイド。デスガイド宿。うん、いいじゃん。いいっすね。いいっすね。で、これっすよ。ドドメだ。どうなんだろう。なんだろう。お願いします。おーい、大賢者のレリーフですね。はいはいはい。これどんなもんですか。大賢者、確かに大賢者でも状態かなりいいんで、うん、全然多分この1枚でも掛け合っても4000、5000ぐらいじゃないか、ちょっと待って、今すぐ調べてはいないんですけど、だいたいそのぐらいで見たような気がするっていう感じです。めっちゃいいじゃん、はい、なんか、うん、いいな、いいな、この人いいな、多分店長の人が使っててみたいなそんな感じを、そんな感じするよね、なんかデッキ組んでてさ。そうですね、そこからバラして作ったみたいな。ソリがまああるけど、ね、使ってたんだよ。ウルパラはしょうがない、しょうがない、ウルパラはしょうがないですよ。そういうもんなんだ。なんならマシだぞ、かなりこれ、かなり綺麗なのに、かなり上振れというか、ソリは戻せるから、かなり素晴らしい。ソリ戻せるよ、いいじゃん、嬉しい、めっちゃいい、めっちゃいい、うわ、めっちゃ嬉しいし、うん、マジ15万なんだったんだから、すごい、15万より全然いいよ、あれすごかった、戻っちゃいけないね、うん、うわ、嬉しい、こういうのが、ありがとうございます、素晴らしいね、っていうクッションをまず、うん、いいな、引きつつ、いいね、ちょっと、来年マジどうしようか、いいですね、個人ブースちょっと穴かもしれない、個人ブースありかもね、来年はちょっとね、うん、額は下がるけどね、うん、ちょっと今年はインフレすぎた、うんうん、そうそうそう、うん、もう来年はまたちょっと別のベクトルの面白さをね、本当にそうしよう、やろう、鬼袋やろうや、鬼袋、鬼、そう、去年の鬼同士の決戦やろう、じゃないんだよっていう、イブラヒムが鬼袋をやるとはな、うん、あれ鬼袋だっただろう、まあ、確かにあれ鬼袋みたいなもんだったのかもしれない、うん、素晴らしい、ちょっとじゃあ次どうしましょうかね、そろそろ結構なんかでかい、いやーまあ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 、来るんじゃない、大体出てきてはいる、残り単数、残り単数が出てきたぞ、残り単数、我々すら設定したいな、単数が1222、はい、じゃあ私行くか、行きます、2位あるしな、うん、どっちにしよう、あ、今新しいのか、あ、そっか、そう、4万買ったの、2万買った、俺の好きな方にしな、確かにいいで、追加で買ってきた方気になるな、ちょっと行きますか、ちょっと、うん、せっかくだし、だってね、ほやほやだからね、うん、お水ね、お水質で、あ、体力使うんですね、使うね、使ってるだけなのにさ、時の期間が疲れた、えぐい人の俺には関係ないはずだろうにね、胃がキリ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 、一緒に楽しもうって怖い怖い怖い、うわ、個人ショーケースにカード出すの流行るぞこれ、いや、そしたらさ、悪質な紛れ込むよ、グールズが、今ね、今サンクチュアリなんであそこは、いや、これ見て自分も出店しようと思って人騙そうと思ってる人やめとこがいいよ、そうあのね、殴りかかってくるからね、のその場で開けた人がてめえあ、姫2個、俺はまだ2機あるんだ、まだ2機あった、はいはいはい、2機あるんだね、なるほど、うん、じゃあじゃあ、ヨルミさんの私のそうっすね、あ、こっちって私の出来たてほやほやの出来たて、その届かけ来たての増援発動、何がね、来たかをちょっと、うん、そうですね、私で見せるか、確かに、うん、追加分っていう概念が意味わかんない、確かに新しいね、新しい概念なんだよね、開封中に届くっていう、確かにね、配信中に届くんだって、うん、ちょっとこの空間何かあるんですよ、うん、やっぱり何かあるんですよ、うん、どうしても、うわ、ふう、なんか程よく欲しかったもの来た時のテンションの上がり方やばいですね、やばいね、全員今回ちょっと欲しかったやつみたいな、うん、結構嬉しくて、マスカレーナーを押してるのマギさんの、おマギだよ、追加分をね、万物折り、万物折り、ちなみにトータル、トータル15ですね、うわ、15で、こっちが多分
5万オリパ、うん、一口一口で、はい、一口5万、こっちが2万オリパの2万、そう、5口5口、うん、2×5、はい、なるほど、あのトータル、まあさっきいっちゃんはじめにイブラヒムさんが開けた15万分なんかなと思うんですけど、怖い数字だけどね、バトル始まる、ここから、うん、じゃあ負けです。まだ分からないでしょ、まだ始まってない、まだ始まってない、うん、じゃあまあ数多いから5万からいくか、おい、あ、2万、そっちからいく、おそっちからいく、あ、じゃあそっちからいくって、2万万物、うん、5万は一発なんですか、確かに5万一発かもしれない、多分そうじゃないですか、うん、じゃあ2万で、でこの万物っていうのはあれですね、その遊戯王が、まあ、カード1万種類達成した時に、うん、まあ記念して作られた万物創生竜っていうものがいるんですけど、まあ、それが今、まあ、大体ね、ちょっと傷あるものでもまあ30万台後半、ね、40万前後とかするわけです、綺麗なやつは本当に50万超えたりとかして、多分それが当たりますよっていうことを言いたかったんだと思います。なるほど、はい、いでよ、楽しみだ、お、ね、おーどうだ、ワンチャンがあるということです、これは今、え、これってこれがこれ、これ2万、2万のやつ、2万、そうですよね、2万のやつの一口目か、はい、お、一発目、怖すぎます、元気玉かな、マジで怖すぎます、何から飲んだろう、飲んだろう、飲んだろう、無理で買ったから、おお、バレルエンド20、悪くはなさそうですけどね、いいですね、かっこいい、何より、うん、そう、かっこいいから、めっちゃ光ってる、だってどうだ、だってかっこいい、強い、強いしね、バレルエンド、調べます、どうだ、はい、うん、からの、いかが、からの、あ、からの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 、お、お、誰、総極神、総精神か、アビオ、アビオ、誰だ、誰だ、さて、バレルエンドが、うん、アニメの敵、これバレルエンドが20,000円ぐらい、あ、つまりそういうことか、鏡くん、はい、なるほどね、そういうこと、そんな謎は、おっとっとっと、なるほど、じゃあ、まだあるからね、5口のうちの2口だもんね、あ、まあまあまあ、ね、うん、じゃあ、あ、めくってくれ、あ、まあ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 、ここから、そうだよね、まあまあまあ、そうだよね、そうだよね、じゃあ、私は真ん中からいく、まあまあ、ほら、はい、お、お、リンクメールデーモン、かっけえ、やっぱ、かっこいい、調べます、調べます、かっこいい、今かっこいいしかコメントもらってないけど、リンク4ですよ、リンク4 かっこいいなと思って、かっこいい、かっこいいなと思って、リンクメールでも、5000円ぐらい、あー、なるほど、いいね、オリパって感じがして、オリパだね、オリパだもんね、まあ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 、じゃあこれ、お願いします、これをめくってください、お願いします、泣いてる、あ、誰、ゴリラ、あれ、ゴリラ来ちゃったけど、大丈夫、あれ、コングレード、コングレード、どうなんだ、あ、知らないか、知らない、一回置いとく、マニアックな、で、これだけトイレに飾ろうなんでゴリラ見ながらしなきゃいけないの、ちょっと、まあ、なるほど、なんかな、そうですね、まあ、こちらもまあ大体5000円くらい、はいはいはい、こういう気持ちなんだ、いやいや、まだあるよ、まだあるよ、あ、そうだよね、まだいけるよ、まだあるよ、まだあるよね、じゃあお願いします、まだあるよ、おー、ナイストライ、ナイファ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 イ、やっぱね、急遽買うっていうのはね、こういうことなんだ、ナイファイ、ナイファイ、ナイファイ、ありがとうございました、まだあるから、まだあるから、まだ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 、確かに、まだ5あるから、まあ2万5000円あれ、ちょっと飛んだ今まあ、うん、あ、まあそうだよね、まあ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 当たり枠が結構やばかったけど、うん、当たり枠、ね、あ、あ、まだあるよという、はい、お、はい、ありますよ、じゃあ開いてください、なんだろうな、なんだろう、なんだろう、おー、どうだーから1枚来たぞ、来たぞ、おー、うわー、ちゃんがある、え、これ待って、いや、めっちゃ高くなった、これちょっと待って、いや、もうさっきのバック関係ない、もうこれで、え、もう終わり、これ、ちょっと待って、何も関係ない、これで、本当にやばくない、あ、
はい、これ関係ないですよ、エロ。やったー、な、何の関係もなかった、今。やったー、一番新しいこれ、30万ぐらいします、マジで。やったー、今、20万後半から30万ぐらいです、今。え、これ、何万で買った？ 5。 うわー、やばー、超消しじゃん、超消しじゃん。さっきの気持ちが浮かれた。やばえ、すげー、一発でかすぎ、全然問題ないです。やったー、いや、大当たり枠引いたね。大当たり引いた、やばー、ちょっと焦ったね。ねえ、ちょっと2万の時はもう半分も返ってこなかったからね。いや、これは本当にブラックマジシャンガールの中でもやっぱ有数の人気がある。イラスト映えもいいですね、本当に。やったー、はい、やったよ、みんな、うん、やったよ。これは、これ素晴らしいですね。これは素晴らしい、いいねーよ、はい、アクセスしまうよ。今日ヨルミさん見せますね。オリパから見せてくる、なんかリンといい。ちょっといいな、いいな、いいな。すげえ、これはすごい。いや、本当におめでとうございます。本当にすごい。うん、よかった。おお。どうしよう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 。まだあと2ターン残ってる。私がまだターンあるかな、多分。私もあるぞ。ヤシオさん以外みんなある。そうですね、うん、チャイカさんか私行きます。誰どっちか。はい、じゃあ行こうかな。花畑、いいんですか、再び始まった、俺のターン。ドロー、始まった、始まった、うん、パーパーパー、2、2、2、2、こんなにあんの、やばいぞ、やばいぞ、やばい、やばい、星2、え、星2が、これめっちゃあるな、来すぎでは、うん、おっと、集いし願いが、新たな、新たに考えよう、集いし星が、大丈夫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 、集いし星が、新たに輝く、一応やるんだ、もう一回光さす道となれ、シンクロ召喚。スターダストドラゴン出るってこと？わかんない、わかんない、星にってことは、まあ、全然わかんない。天地冥道の力を見るがいい。ジャック来た、ジャック。5枚、5枚、我が魂レッドデーモンズドラゴンオープン。おお、これはもう確定、確定です、確定、意味不明のカード、もう、そう、手札にあるのは意味不明のカード。こんなカード、こんなの一体どうやって戦えばいいんだ。勝てるわけないよ、じいちゃん、じいちゃん、俺のターン、僕のターン、ドロー。意味不明のカード、ま、意味不明のカード、意味不明すぎるわ。どうやって戦えばいいんだ。お前らしくないの、じいちゃん、じいちゃん。そうか、分かったぞ、このカードはドロー。意味不明のカード、引き続き意味不明のカード。そうか、このカードはじいちゃん、ドロー。じいちゃん、意味不明のカード、意味不明のカード。デッキが遠ざかっていく。知ってるか、カイバー。デッキが遠ざかっていく。デッキが遠ざかっていく。違う、僕が怯えているんだ。私たちの友情の印、カガニ君、ヤシロ君。始まっちまった。手が足りない、手が足りないよ。私たちの友情の印、本当はもう一人原作にいるんだよ。じゃあみんなでやろう、みんなでやろう。イブラヒム君、ヨルミ君。そうだ、僕は一人じゃない、ドロー。知ってる、テレテーテレテーテレテー、バカだ、エグゾディアだと奇跡を起こしたというのか。封印されし、エグゾディア召喚。なんだ、地獄の豪華、確か地獄の豪華ヘアルフレーム、エクゾーストフレームだった、エクゾーストフレーム、エクゾーストフレームだった。バカーやばい、キッキー、リリリリリリリ、俺のブルーアイズが絶然熱熱熱熱熱。やっぱ 3D で向いてよかったな今日。本当によかった、こういうことができちゃう。そう、できちゃうよかった。テンポ F36 まで、36まで、よし、じゃあ、うん、次行こう、次行きますか、次行こう、サクッとね、はい、テンポよく
って言われることあんだね。びっくりしますよね。ちょっと教えるから。よっぽど。ちょっと色が裏が裏にする意味がない。全然意味がない。じゃあもうこのまま置いとくか。神。何の意味もないとくか。何の意味もないよ。お前あれ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 。どれどれどれ。地面から。生まれてな。ドローしろ。地面からドローしろ。隠せてないよ。ビジャムの効果で。俺のモンスターがフィールドあれやってよって相手やってよって言ってアイガミ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 やけーよまたやけーやけーやけーおーなんだドーて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 ー召喚オベリスクの巨神兵なんだと神のカードを召喚したというのかそうだモンスターの効果は使えないはずではくモンスターの効果は使えないはずでは海外版だぞ俺海外版だぞ海外版だぞやったーやったモンスターの効果は使えないはずではモンスターではない神だゴッドハンドクラッシャーこれめちゃくちゃいいじゃないですか海外版ですよこれすごいじゃんほら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 わわわわわわわおぉかわいすげえかっけえそうオベリスクオブトーメンター、ね、やったーあしかもこれちゃんとあれかも GB ってことは海外のゲームボーイのやつすげえすげえいいなー時を超えてきためっちゃ綺麗だし素材での地下深くに封印されたはずではそうよく覚えてる他の神も行くかはいもうもう他の神はもう分かるんでね、はい、3体のモンスターを生贄に注げ召喚来いテンポ全然良くないおしゃれ天空竜一つも良くないサンダーフォースさらにリファーザスカイドロンWhere's your thief's open? あーやばいやばい長いからまたヒエラティックヒエラティックティックとか長いからいいうらーはい The Winged Dragon of Ra揃ったね。いいよ。これいいね。めちゃくちゃいい。じゃあ勝てないよ。なんかボソッと言ってくる。神としての格が違うからね。ラーム抑侵流。ゴッドブレイズキャノン。あスタッフさん次に行ってくれ。大丈夫だ。俺はラーと融合する。チャイカさんがラーと融合して、ナイフが勝手になってるし。それモニターで融合してる。ライフポイント1位調節してくれてる融合してるからラーにできもんできちまったってライフポイント1、ライフポイント1今次行こう次次行くぞ次行こうリバースカードオープンおーってことはってことはめっちゃかっこいいコーラリゲンマ来るかハモンゲンマ揃うってことウリア三元魔おお状態いいぞしかも召喚うわグラミュールすげえ楽しい俺も神と元魔が揃いしといいですよいいですねいやちょっと状態いいんこれコンセプトが本当に綺麗でですね、うんうん、三元魔のレリーはこの状態だったら多分2万3万ぐらいはおお、はい、すげえやいいね嬉しいね GX も好きだからよ、うんうんマジオープニングでさこいつら出た時さ、うん、大興奮しなかったなんなのこれ神の新しい姿なのなんだろうってねあGSテンション上がった俺もテンション上がった本当にじゃあ次ははい、うんはい、また3枚韓国版ですねおお星2のが右下で、はい、遊戯王のロゴが、うんはい、かっこいいリバースカードオープンおおつまりってことはこれはクロートだこれはクロートだおお来い三元はい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 ウリアラビエルいやこれ多言語人気なんですよ三元は、三元のレリーはそうなんです、ね、で英語版が本当に信じられないぐらい高くてすげえ、はい、韓国語もいいですねこれ多言語もねあるってでこれもそうですね、うん、結構比較的コレクションしやすくって今結構人気へえ嬉しいザウルスどんね変なゴミザウルス
ベースザ…お、じゃあ次も行くぞ。すごい、これ全部神だ。神すぎる。神パック、神パック本当に神、もう全部まとめてオープンしてやるぜ。神を召喚する。エーシェスファブレックスオーケストレスイルラー。日本語はタンタタ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 。あ、最終回だ。勇気を。え、これで、うん、なんか封筒5つありませんでした。確かに。あ、でも終わったんじゃない。終わりました。これ全部かな、うん、とりあえず星には。もうどうなるかしら。星3とかもいきますね。まだ出してくれ。3、6までこのターンいくということです。いいんですか。あ、え、 3、 3もそれでもまだまだまだある。まだあるんだ。3は1個だけ。へぇ、たった1人。見せてくれ、その姿を。なあ、地面からいった。2枚ですよ。なんだなんだ一体。行くぜ、うん、まずはこっちのカードから。そっちだ。オープン、ディアビッグシールドカードだ。おお、これでも状態守備なんかすごい綺麗に見えるぞ。すごい綺麗そう。裏面も綺麗ですもんね。ねえ、からのガードになってる。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 オープン、バスブレード。いいですね。この辺の時期いい。すげえ、ね、これも綺麗ですね。綺麗だね、うん、いいね。いい竜を切るぜ。確かにさっき出てきた、散々出てきたから。バトルシティ編で繋がったの、バトル、バスターブレードやってた。役に立つぜ、バスターブレードはよ。4もだと。4も、4もだと。4もいっちゃうの。 4もいっちゃう。まだあるってことね。4もいってもいっても、すごいぜ。まだあるのか。星4、俺のターンはまだ終わってないぜ。一体なんだって言うんだ。召喚リバースカードオープン。どっちだよどっちでもいい。おー、いい。かっけえ。超魔導剣士ブラックパラディン。しかも全部マジで状態し、プラス上がってきてますこれ。いいぞ。いいですよ。さらにもしかして融合か。融合発動。違った。これもいい。めっちゃいいじゃん。最強の黒魔術師。ブラックオフ。超いい。こんなフルネームなんだっけ。マジシャンオブブラックカオス。マジシャンオブブラックカオス。めっちゃいいじゃん。ねえ、いいね。派生した。かっけえ。すげえ。デッキができちまうよ。ねえ、うん。しかもなんかさっきの星1の時ってユージが使ってたカード。あ、でまた、うん、そっか。流れ来てる。縁のあるカードだね。結構入ってますね。来てないのがあるな。そうなってくると楽しいだな。あるのか。ユージが使っていたカードたち一部。ほぼね、ほぼね。ほぼ使ってきたカード。ああ、5があるの。5の数えぐ。5の数えぐ。え、だって5が こんなにあっていいの。まだあのかこれ。さらにいっちゃうのかい。おー、じゃあいっちゃうぜ。いっちゃっていいんですか。まだいっぱいあるみたいだからな。いや、ユウギが使っていたカードと時間がなくなっちまう。ドロー。このままじゃ便所キルされる。あれ、帰ってこないな。帰ってこないな。あれ、なんかでっかいぞ、ケースが。判定が2回 PSA か、ね、PSA か。うわ、PSA 鑑定か、これ。いや、なんか、あれかもしれない。大事に。そっか、はい、ここから開けてないんだ。そうですね。で、なんだろう。これ、はい、なんか召喚光線引いたこと。うわー、ホリエルフ。ホリエルフ。守備表示。これ、なんだっけ。何のホリエルフですか、これ。これ、高いですよね。確かに。まばゆい。ノットフォーセール。うわー。キャンペーン費の、そう、文字が多いんですよね、これ確か。いや、本当だ。すげえ。これめっちゃ高いんじゃない。眩しくて見えん、ね、これ確かに輝いている。輝きすぎてるね、これ。オーリエフ光りすぎだろ。あ、はい、7万5000円くらいします。うわ、おぉ、すごい。さらにドロー。本当に遊戯じゃん、うん、遊戯だ。お、これも似たような。これもなんか当たった。これ多分あれ来るかもしれない。なんだ、あのハガセンで大活躍したあれ来るかもしれない。ハガセンで大活躍の、はい、お、召喚サップ。やっぱり違う。ミラフォもこれ嬉しかったですよ。おー、そう、お前今おそろっちのやつ。攻撃といったな。ってる3人おそろっちだ。やった、いいじゃん。これも確か5万円ぐらいしたと思うんですけどね。跳ね返し合おうぜ。
聖なるバリアミラーフォース、うん、あのスマブラで友達とやるやつみたいなさらに行くぜ俺のバトルフェーズは。いいまだ終わってないぜ。ブルシク祭りだ。おードローリバースカードオープン。オープン死者蘇生。いい。これはどれだ、ミルシクかな。ブルーレイ DVD 初回生産特典カード。あ、さっきのあのブラックマシャンガール入ってたやつのやつ、特典の初期版みたいなやつですね。トラップカード発動、ファイナルギアス。出た、ファイナルギアス効果思い出せ。死者蘇生、これも海馬くん、このカード、さらにドローなんで今途中までやったんですかいい死者蘇生が来ましたね。からの、はい、オープン。こちら、おー、光の光のシリーズなんだすげえ、本当に遊戯だね。いいね、いいですね。3ターンの間これで君は攻撃できない。これ高いですよ、どれも、うんうん、いいカードだな。死者蘇生もパッとはちょっと出てこないですけども、けども高い。多いからね、うん、そう、多い、そう多くてちょっとすぐ出てこないけど、うん、高い。さらにもう一枚。何かな、何かな。今週はこれ。発動。あ、まあまあ、おお。おお。そういう感じだね。バババ。トゥエンティースの。トゥトゥルドゥ。これもちゃんとなんかプロモ品だった気がするんですよね。また袋入ってますもんね。袋入ってるから。マハードトゥエンティースか。うん、そうですよ。トゥエンティースはこれですかね。うん、これかな。うん。まあ3000円とかだけども。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 いいね。いいですよ。マハード。勇気。やつを呼べ。六。六が。いっちゃうのかい、まだ。まだ行くのかい。六。怖い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 。六以上があんの？ねえ。まさかまさか。よし。俺のターンはこれでラストだぜ。とどめを刺してやる。ドロー。いやー、いや、これは PSA 鑑定、 PSA 鑑定、 鑑定、 鑑定済みのカード、お前の姿を見せろ。リバースカードオープン。多分今番号を付箋で隠している。なるほどあ、はいはい、ああ、その時間が必要だ。必要な時間来た、はい、来た来たか。よし、戻ってきた封印の黄金室に封印されしカードはこいつだ。ネクスクリエイチ。友情、友情、友情、友情だ。え、ちょ、あ、十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 、完全なミント。十、はい、完全体。これめっちゃレアだと思いますよ。うわ、すげえ。正直。いいな。いいじゃん。とんでもなくレアな気がする。エクスチェンジ。城之内くんも困らせたカードじゃん最高だ、うん、このカードで俺のターンは終了だぜ。おー、なるほど、これは素晴らしい、うん、コンセプトで、コンセプトでしたね。あ、うん、かなり疲れたよターン数イブラヒムに鏡に、ね、社長か。私言っときます、うん、はい、じゃあ、はい、どこまで行くかわかんないけど、確かに、うん、かなり量が多いぞ、値段だけあって。そうですね、うん、なんかなんか下手したらこうもっと、うん、別に下手してもいいんですけど、うん、品数がこう例えば 4,5 点とかっていうのもありえるじゃないですか、うん、正直、うん、なんかこんなんか詰めてくれるとやっぱ福袋感って嬉しいですね。まあ確かに、うん、400とかめっちゃ時間かかるんじゃないですか。明日になるんじゃないですか。続き回っちゃうかもね、うん、あの物量感で言ったら確かにかかるかもしれない、うんうん、どうだろう。私がさっきまで来てたの、あ、でもブラックマジシャンガールが、なんかそっか、ダンジョンダイスので来てて、うん、あと DVD と、あ、私もなんか、なんか来てるぞ。なんだなんだ、一からじゃあ7まで、すごいぞ。とんでもないな。3枚並べられたよ、並べられた、うん、並べられた。こっから行こう。
真ん中から、真ん中こっから行こう、真ん中から、おーおーいいいいいい、このイラストのね、ヒストリーアーカイブでしたっけね、ダイナソー龍崎を支え続けたから続けた、全然もう支えられた描写はない。いいですねってなってくると、これはおのずと分かるかもしれない。もう2つともオープンしちゃってください。ドラゴン、はい、ですよね。おー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 、これはヒスコレで、ね、そう、シンキラストで、はいはい、おーかわいい、3枚入れたんですよ。いいね、これはいいね、いいな、これは嬉しい、マジで。ブルーアイスイラストありすぎ、そう、それは本当にそうだ。こいつらイラスト多すぎ。いや、ありがとうございます。なるほどな。なってくるとやっぱりちょっとなんか、ちゃんと世代感が見てくれてる感、ちょっとなんか、この額出す人みたいな。さて次は2ですかね、うん、2、おや、ちょっと膨らみがついてくるか、うん、熱いよ、ね、結構入ってるのか、鑑定なのか。そして星1はあれだったんですね、なんか1個あれ、あれだけ、あ、ここからもう、もう PSA、 2からもう、もう PSA、 もう鑑定しちゃうわけ、ね、鑑定早。さあなんだろう、付箋が貼られております、うん、なんで付箋あるの、番号とかで、あの、まあ、あれでね、ちょっとなんか、ちょっとば、なんかどれを持ってるかみたいなのバレちゃうから、言っちゃいんですけど、はい、一応じゃあちょっといいですか、はい、うわあ、すげえ、さっきの言っとイラストが違う、すげえイラストが違う、あの、これプレミアムゴールドっていう、そう、なんか異様に照ってる銃だ、えぐいえぐいえぐい、立体感すごい、これで 2?、うん、いやー、そう、へー、絶対やばいでしょ、これこれいくらするんだっけ、レアコレですよね、そうですよね、すごっ、やっぱ、あの、そう、縁まで全部箱押しだから、うん、結構これで銃取るの難しいと思うんですよね、銃なんてね、開封直後でも取れないから、そう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 、運ゲーなんだよね、初期傷でもダメなんですよ、初期傷でダメだからね、はい、完全に運ゲー、これはいい、すげー、めっちゃコレクターだ、最高だ。え、でもなんか封筒、え、1個ずつなんですけど、これなんてさ、サイカさんなんて、厚いよ、ね、なんかいくつ買ったけど、そうだったけど、え、しかもなんかまた厚みないか、厚みがあるよ、いやいや、これまた一撃重すぎて、ね、重すぎる、これまた PSA なんじゃないの、かもしれない、そうなんじゃないの、 PSA だ、 PSA ですね、これまた PSA だ、鑑定鑑定鑑定だ、うわ、俺たち7見た時に死ぬんじゃねえか、死ぬよ、2と3でこれやもんね、ね、いいですか、おっと、うわ、待てよ待てよ、今だ、おー、うわー、プリシク、うららも鑑定しちゃった、プリシク、うららの銃、やばすぎる、急に現代遊戯王になった、おお、いやでもこういうのは確かに持ってなかったからな、いや嬉しい嬉しい、へえ、でも普通になってプリシクのうららがしません、めっちゃするっすよ、うん、やる、開封してデッキに入れてください、いや、いやだ、鬼の提案だそれは、ちょっと俺びっくりします、彼、いくらするんだろう、これも全然読めないな、だいぶね、なんかそうですけどね、ね、へえ、まあ鑑定品で10ってついただけで結構ね、いや、そうなんですよね、なかなかないから、ね、4、はい、まあ、いいですか、 4ちょっと薄くなった、同じ？どうだろう。なんか厚みどうだろう。厚みあるな。あ、でもカードになったか。カードになった。ローダース。おー、多くなったよ。超えてくるってことですね。3枚。可能性ありますね。え、今の並びだと、こうなんですよ。右？ここなんですよ。これなんです。あ、絶対。いいでよ！まずそっから。はい。おー、20? 20っすか、これめっちゃ高くないか、やばい、20、うん、ぐらいするやつ、20万します、うわ、これだ、マジか、ちょっと感覚壊れちゃったよ、壊れちゃうよ、うわ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 、え、じゃあ、え、あなたは、あなたは、あなたは一体、手触れてね、手触れてね、うわ、ゲートバーグ、マリンセス、マリンセス、マリンセスです、これ、マリンセスじゃん、お世話になった、めっちゃ可愛い、マスターデールの方でね、はい、デッキ組んでたから、バブルリーフもなんかちょっとするんでしたっけ、これ、これイラスト、これなんですか、あ、そうですね、めっちゃ可愛い、はい、バブルリーフ、まんまのイラストである、あるものの、うん、へえ、やるな、
え、じゃあ最後はふっ、おアレベルじゃん。ガチガチ、ガチ向け、ガチ向け、急にガチ向け。いやめっちゃ光ってる。なんだこれ、うん、へすごいですね。結構なんか現代遊戯王です ね、 ね、急に現代遊戯王だ。ここだけ現代、ね、なってきた、うん、まあ、一袋にこれはすごい、すごいっす ね、 ね、しかもなんかあんまりこう買おうっていう発想がないカードだから、うんうん、確かに確かに、俺もすごい、ね、実用カードなのに高いって一番困るから ね、 ね、ジェキ入れらんねえからさ、ね、これはいい。5か、まだ怖くなってきた。5とかあるんだ。え、だってうらら20スで4だったんですよね。うん、え、そろそろ、うん、そろそろ精神やられるんですけど、2枚、いや精神やられる、それは、うわマジでやられる。いやこれきちい、それわからん、もうこれきちい、わかん、こっちから引くか、こっちから、これから引くか、これ怖すぎる。そっちから、はい、お願いします。おお、何これ、ステイの絆、ステイの絆、いいじゃん、初めて見た、字が赤い、まあ、これあんまり気に入れないかもね、これ、まあ、入れないだろうね。私は入れてたような気がする。ステイの絆、トゥエンティース、トゥエンティース、めっちゃいいじゃないですか。あ、でもこれもやっぱり2万円ぐらい、はいはい、そういう感じだ。順番、分からん、これマジで。ってことは、片方やばいんじゃない。そっちは、そっちはどうなるんですか。行っちゃってくれ。おはいはいはい、ブラックツインバースト、めっちゃイラストいい、ブラックマジシャンすぎる。いいっすね、いいね、いいじゃん、すごい来たな、なんかここにはぁ、なるほど、これも高いんでしたっけ、わかんないな。まあ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 、 B でこのぐらいみたいな感じ、 B でこのぐらいで、まあ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 、だ物語だ、これは物語じゃん、物語だ、順番でしょ、開ける順番、価値っていうか、うんうん、そう、物語性だ、うんうん、物語、ストーリー性あったんだ、多分、多分開封順にこれはストーリーを楽しめて、これが5だもんね、うん、ええ、なるほど、6、7、で、どうなるのと、え、6もそっか来るのか、指定の絆を見せつけておいて、やばい、やばい、怖い、続いてんの、なんだこれ、 6? おっと、 PSA か、 PSA 来た、 PSA 来た、 PSA だな、あ、もう2? プラスなんかある、プラスなんかある、 PSA 最後に行くか、うん、じゃあちょっと、じゃあ彼からよろしいでしょうか。あーあー、ゲームボーイのカンシャンガール、かわいい、はい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 、これストーリーあるわ、ゲームボーイのゲームボーイ、ゲームボーイ、ゲームボーイ、状態いいですね、非常にかわいいっすね、初回限定でしたっけ、何でしたっけ、あ、あ、なるほど、え、これだから全バリエーション持ってきたか、なるほど、なるほ ど、 るほど、そうくるか、じゃあからのからの USA もよろしいでしょうか。どう、ウルトラ、ウルトラだ、 9、 いや十分すぎる、ウルトラってなんだ、ウルトラこれなんだっけ、何これ、すげえ普通に昔の例なの、うん、あ、うん、そっか、あれだ、ゲームボーイのやつでも、この辺って7とかもそうなんですけど、うん、初回生産がシークレットで、うん、後期がウルトラだったんですよ、そうなんだ、そんな真似を、後期がめっちゃ数少ないんですよ。よしってんな。で、今ウルトラ、ウルトラめっちゃ高いんですよ。確かに。まるで遊戯王博士。まるで遊戯王博士。遊戯王博士。あの、それでなんだろう、マスター・オブ・ドラゴン・ナイトのウルトラとか、あの辺もやっぱすごい値段するっていうのは、うん、多分その類じゃないかな。え、これは値段するんじゃないかな、多分。へえ。やべえ。めっちゃいいな。いいな。へえ。ウラマジガールなんて何枚あってもいいですからね。いいですからね、ありがとうございます。シク、あ、シクでこれですもんね、うんうん、ウルどれだけするんだ、あー、そうか、これ6ですよね、でもこれ B だからってことは次7、これが6だった、次7ですよね、うん、7だね、次この上があるらしいですよ、怖えよ俺見てらんねえよ、反動で死んじゃう、反動で死ぬ、反動で、あ、もう無理、え、これ7いってるの、ちょっと箱がもう7ってラスト、あ、このターンで、このターン一旦最後がこの7、うん、あ、はいはい、エグゾードブレイクで箱になってきた、いや怖い怖い、箱になってきましたって、怖い怖い、やべ、クローベ、箱になってきましたって、怖い、怖いですって、何が入ってるのやら、
何？おがくずとか入ってる。さてさてどうなりますことやら。おがくずしか入ってない方が安心するかもしれない。逆に今そういう中にね。え？お？あ？アクセサリーのしまい方だなってこと。あ？あ？あ？なんだなんだなんだ。あ？え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 ？お？お？お？何の？ブラックマス。うわー！これやばい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 やつだよな。これめちゃくちゃやばいやつ。俺も持ってるけど。非売品。一年に一回値段確認するぐらいやばい。これ本当に。やっちゃやばい。マジか。え三？え？これいや今だと多分うんまあ三桁はないにしろ。でもそうですよねこれ。これなんか黒い封筒に入った三枚セットの一枚なんだけど。うわ。その3枚セットだと100万するんですよ、100万以上。そういうことか、うん、これだけでも、でもこれだけ、これがね、その3枚の中で1枚の比重が一番重い。うん、そう、封筒シリーズの中でも有数ですよね。やべえ。やべえ。開けらんねえやつじゃん。うん、顔見てえよ、でもそうだな、顔見てえよ。俺、ちなみに強靭だから俺開ける嘘だね俺本気で言ってる。やばいよ私は半年は悩ましてほしい、開けるかどうか、うん、開けなくていいよ俺は開ける。いやこれはやばいな。顔が見えねえんだなって。可愛い顔がよ。やばい、行かれてる、行かれてるよ。俺は行かれてるから。うわーマジか、ありがとうございます。さらにこの上があるってことっていう話ですかね。とりあえず今私たぶん2ターン残ってるの俺かな。はい、俺が、うん、あとは今日急いで追加で買った分が、うん、あるんですけど、はい、今まで開けたやつ事前に用意したやつが、まあ、50万ぐらいかな全部で50万ぐらいかなじゃないで今日急いで買いに行ってもらった分が、うん、100ぐらいあります。おやおや急いでじゃないんだよな。やばいやばい、急いでじゃないんだよな。急いで使う金額じゃないな。そうなんです、買った分が今日一で買った分が100ぐらいあって、うん、壊れてる。どうしようかな。そうなんかさっきよるみさんが開けたお店のやつで急いで買ったから、うん、俺もオリパから行こうかな、うん、はいはいはい、うん、怖いぞ。怖いとこから行っとこう。オリパ怖いよ。オリパの方で俺の今日の分の、うわあ、そう、20万のねやつも買ったような。20? まあ、20万のミステリオリパ1個、まあ、傷ありではあるけど、うん、みたいなやつと、うんうん、まあ、さっきヨルミさんが何やったっけ、ブラマジ、あ、はいはいはい、当ててた5万オリパを6口、うん、いやー、かね、一口で十分だったけどね、私はいやでもあれ大当たりだったっぽいからな。まあ、シクブル私が取っちゃったかな、うんね、うん、シクブルの方行けるか、うん、まあ、どっちでも全然行っちゃっていいですけど、うん、20万後にしようかな、うん、一応シクブルの説明をすると、はい、まあそうですね、あのすっごい最初の方のイベントで遊戯王の、うんうん、1000名にしか配らないのかな、1000しかないんだ。一応デッドストックがちょっと出回ったりもしてるんですけど、今、状態めっちゃ悪いやつで150万円はい、マジで、まあ、大体中ぐらいで200万円、300万円って、まあ、あとはちょっともう傷がどうこうのでお店側がジャッジするっていう世界になってきてる、本当にコレクターとしては一つ、まあ、ステータスになるっていうが当たったら、じゃあもう本当にやばいと、はい、まあ、数あるブルーアイズの中でもやっぱりこれを持ってると違うっていうのがシクブルでございます。ちょっとじゃあシクブルオリパの方で、はい、怖すぎ。これ1枚でもうラップが1曲出来上がるぐらいすごい感じです。バズる。俺のターン。雪間をなくしてこうなってるぜ。マジか。お？お？お？これが1枚5万円ぐらいする。やばいな。やばいね。やばいな。ださっき言った通り、150万からまあ300万はするので、うんうん、まあ、それが5万オリパですか。入ってるかもしれないってことは、はい、これはもうすごいとんでもないことですから、ね、うん、すごいオリパになってるかもしれない。なんか1個なんか 色味違う。確かに、なんか普通にたまたまね、たまたまそういうのどうだろうね、わかんない。じゃああえてそっからいきますか。色味違う、あえてすぎるね。いいの、はい、お願いします。おー、エンゲージ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 、エン
なんか結構最近のやつだね、これ。最近のやつか、これ、そうですね。なんかイラスト違うな。最近の遊戯王ね、イラスト違いいっぱい出てくるな。いいことだ。スキルとかすげえ欲しい。エンゲージだ。すごいですね、このイラスト。ね、かわいいし、かっこいい。戦闘機ね。じゃあ、隣行きましょう。はい。ドン。おお、いいですね。おー、スピリットバロー。あれ、なんか、いい。え、もう、え、違い、シリーズ。あ、今、これはでも、スピリットバローは、これは、あの、そうですね、4機の普通のレリーフですけど、これは、でも人気あります。はい、かっけー。これ人気あります、すごく。いや、でも両方多分2、3万ぐらいしてません？なかなか、まあ、別になんか5万オリパで5万オリパだったら十分すぎません？はい、じゃあ続きましてこれなんかいいんじゃないか、どう？よし、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 右下っすね、右下してます、何ぐらいしてます、はい、はい、おー、いいじゃないですか、めっちゃいい、なんかそのリパイス羨ましい、普通に良くないですか、え、クフィエサー嬉しい、クソ夏いんですけどガチで嬉しそう、クフィエサー20スもね、普通に多分ってくれね、そうですよね、しますよね、いいですね、2万ちょっとぐらいは、状態良ければしてます、じゃあ真ん中下の方でこれいきます、おー、おーいいなー、めっちゃかっこよくない、いいなー、めちゃくちゃかっこよくないこれ、いやこれ確か高橋先生イラストだったんですよ、はい、いいね、大事にします、画力が違いすぎる、はい、うわめっちゃかっけー、これは人気ある一枚ですね、すげー、はい、じゃあラスト、いいなお、お、お、融合感、ガチガチの、ガチガチのなんか実戦カードみたいな、ちゃんといいカードできた、実戦カード、実戦カードだ、なんか値段以上に嬉しい感じが、なんかそう嬉しいカード多いぞ普通に、おいいですね、まあ、多分5万って考えたらまああれなんだろうけど、まあ、いやでも元に戻るな、まあでも悪くないんじゃない、うん、大ボロ負けはテンション上がる、これが。まあ、5×6 で30万分ぐらいですかね、うーん、なるほど、俺の財布のダメージ的にはセルデ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 ルほら、セルデル君の財布ポイントがで、もう一個20万いや、怖い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 、一個しか入ってないのかな、傷あれで20万って、じゃあ本来いくらなんだよっていう、確かに何枚入って1枚かな、いや、何枚かある、あ、そうな、うん、そういうパターンか、そうなんだ、削り何枚書いてるよみたいな、あ、でもなんかなんだこれ、枚数そんなにあるって4枚か、じゃあ、うわ結構じゃないですか、うんうん、怖い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 、傷あり5番で、ね、だったとして、いやいやうわ、どっから行こうかな、これシールなんだあ、でも全部にシールあるわいやじゃあこれ、それどうだ、ダン、うん、アルシエル、なんか、いい、なんか、かわいい、かわいい、かわいい、ちょっとだけするんでしたっけ、状態 A、 状態ちゃんとかかる、アルシエル、状態 A ってもう、備品だね、傷、うんうん、なのか、備品ですね、うん、イラストが、アルシエルもまあ1万5000円とか、うん、やっぱしてそうですけど、いいね、虹色でいいね、虹三時なんだね、俺たちって、そういうことだ、これおかしくなってきた、おかしくなってきた、7000円くらいかな、からのドン、はい、おお、鼻水、おかわいい、はいはいはい、かわいい、ね、犬死んでるよ、萌え系、犬死んでるよいいね、犬が見てるね、何のコメントでの時の感想やめろでもかわいい、これいきますか、隣行っちゃいますか、そのままミッキーでは5万ぐらいするんじゃないの、いや、してますね、してるよね、してます、おお、これはえ、カイナはちょっと高いぞ、カイナはちょっと高いぞ、このカイナ高いんですか、はい、イラスト違いの、うん、来たんじゃない、確かちょっと、うん、これはそれはした気がするんですけど、しますね、状態 B ですけど、え、状態 B であっても6万ぐらいは、え、そんなすんの、はい、すごい、2品だったらもう、ね、もっといきますけど、カード高っ、
やべえ。一眼かいのこんな高けんだ。いいっすね。別に入れないよ。うわ、ラスト1枚。いや、入れるわ。じゃあ、超人。ラスト1枚。ラスト1枚。お願いします。はい。あロゼ、ロゼの下しかするロゼすんだロゼすロゼ、はい、なんかさっきのエンゲージと合わせてなんかいい感じのラインナップになったけど、うん、確かに、うん、しなしが生まれたいいじゃないですか状態 A だから状態 A 戦闘機組もうぜ、うん、しかもなんかね傷ありってそんな謙遜しなくたってってね傷ありって言われてもな、うん、いや本当に、うん、全然10万ですよねいいじゃんいいじゃんいいじゃんこれで20あんのかないやあると思いますよ全然すげえ多分本当2スタップちょうどぐらい謙遜してもちょうどぐらい多分うん熱いね、うん、やったー俺はいいっていう感じで、っていう感じで、俺はまだあと50万の余力を残してターンエンド。なるほど。はい。これむちゃくちゃいいオリパでしたね。めちゃくちゃ良かったな。ね。さてと、さてと、さてと、俺ラスト玉いきます。行きます。行きます。はい、ラスト50万。行きます。確かに今50万、はい、見て50万。説明しよう。僕の50万福袋は。カラッカラでもう何も音がしないレベルのふっかふかの50万円なのだペラペラよ、ね、ペラ1みたいな俺あれだから浦部修介だからレーガン1日に3あの5発しか打てねえんだよでかいで5発5分の2来たからねそうそう5分の2も打ってるからレーガンじゃあ行きましょうこれ何回見てもちょっと面白いんだよなちょっと面白いでも入ってるカードはねもうガチガチでしたからね、うん、そうさっきね、うん無理やり袋って言ってるからもうスリーブでしたからね、扱い的にはドキングエンジンキングエンジンすごい、全開だあ、何枚だ3枚やっぱり3枚なのかうわ、怖え、うん、行くのか何かな、何かな今週はこれそこだおお出たブンもうウィン2枚いたウィン2枚ウィン来た今日ウィン2枚いたんだ2回目もう大体仕事終わったもう取ったな、はい、仕事終わりましたいやちょっとアキレス腱ミスったかこれいやいやもしかしたら埋もれてるかもしれないまだ、うんうん、まあ、うん、いや萌え豚に優しいねじゃあ左に行こうかなおあ、ま、2枚目2枚目来た2枚目やばいですってやばいって2枚1枚飾って1枚使うってことそういうこと今日見たカードでエクストラエッチくんならとんでもないことになるとんでもないことになるぞこれで俺の合わせ3枚あるそうそうそうポケモンみたい3積みですもうしんどいもうやばじゃあ最後の1枚よろしくお願いします、はいないなぁ霊使いが結構揃ってしまったけど霊使い多い完璧だよこれはさては霊使いやしろかやべぇ組むしかないのかこれエクストラデッキだけで金額がやばいいやぁめっちゃ嬉しい全部可愛い絵柄ということでねいや俺のためにやるような福袋だったねいやライーナさんもそうですねやっぱり6万とかやばすぎしてるんでああありがとうございますこれはいただきますいいセットで大切になってくださいあいい仕事しますねいい仕事僕はここまでへぇ引いたじゃんなるほど、うんうん、さてどうしようかなどうしますか私だほう私は残り20万を残している何何あ、そっかオリパオリパがかけたからそうだ私は残り20万一つ10万やばすぎるよ一つ10万のオリパってなんだよしかないとんでもない怖いよでも今日のヨルミさんオリパックめっちゃ強いからね強い信じられないよっしゃ一撃30万って出ますよねそうすごいな5万でさあどっちかなどっちかなどっちかなあーさっきこっち行ったからこっちそっちだうおーおーおー待って2枚目じゃん
2枚目じゃん。そう、バケモンだ、それは。バケモン、バケモンだ。え、マジ、これ10万なんの。一番勝ってるかもしれない。一番得してんじゃない。一番勝ってる、ね。でもさっき確か片一歩ってだいたい5万ぐらいで、まあ確かそのぐらいだったんですけど、うん、いやもう大化け物ですけど、確かにもう、はい、約束やった、もう勝っちゃう、まあ、そうですね、反対は確かに5万ぐらいでした、はい、じゃあこっちを最後オープン、おーゴー、おお、いや全然いいと思う、全然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 やばっ、カードラッシュさん、カードラッシュ最強、カードラッシュ最強、最強すぎるよ、やっぱラッシュか、私の勝ちだ、これやばい、やっぱラッシュだ、やばい、すごくね、え、やっぱラッシュだな、ラッシュ、私4口40万で買いましたからね、やばっ、だってもうあれ6時ましたもん、これで60万、この2枚で60万した、確かに、バケモン、こんなバカな、マジで、え、どうやら今日は私の勝ちのようだな、お前たち、いや勝ちだわこれは、おめでとう、すげえ、これはやばい、ちょうだい、あげないよ、あげないよ、かわいい、お疲れのちゃん、すごい、悔しいからシングル買いしようかな。それもやばい。いやなんかめちゃくちゃ可愛くて普通に見てる欲しくなってきちゃったんだよね。ヤシロさんの財布の紐が。そう、ブラマジカルでシングル買いしよう。静かに壊れた。ヤシロさんが。人のバカ勝ちを見て欲しい。え、すごい。これすごい。やっちゃったか。これオリパの神だ本当に。マジですごいな、うわー、ね、そう、いや当たりを引いたりしても超当たりですね、すごいしか言え、ね、当たりの中でも、うん、はい、え、すごー、やっぱラッシュか、感動した、やったぜ、カードラッシュさん、やっぱ並んだ甲斐があったな、いやこれは感動だ、感動ありがとうな、ありがとうございます、そして残された手札ってあと3人、3人残ってる、3人か、はい、お、200万の残り、200万のマジですか、さっきの続き、最後のピース、引くというのか、始まっちまった、今やる、本当に律儀、行くぜ、俺のターン、ドロー、9、さっき6だったよね、最後6まで、9からでいいんですか、飛んだってことか。もう、もしくはそれ私の開けようとしてるとかないですか、間違ってる、怖かった今の7、8があって9もあると、なるほどね、エンタメですよ、これが、これエンタメですよ、その間違いはエグい、いかがあ、でもそっか、あった、はい、どうか、レディースアンチェントルマン、ね、6の次はエンタメ開封だ、7、うわ、エンタメデール始まった、さあ、開けてくれ、そのカードを、さっきの方式で入ってんのか、ねえ、うん、さあ黄金室に封印されしカードはなんだ、おおお、こいつだ、通常モンスター、通常モンスター、暗黒ガイア、暗黒シガイア、美しい、綺麗、これは美品です ね、 いいね、はい、美品だと本当にもう8万とか、まあ10万とか、まあこの傷なさったら下手したらもう15万売っちゃっても、うん、おかしくないかもしれない、ちょっとまだちゃんと見てないけど、突進攻撃に注意、突進攻撃に注意しないとな注意しろ、シンプル、変な風に切れるからな、こいつの攻撃、そう、こう切れるから、そうそう、闇道化師のスタディがどえらいことになったさあ次行こうぜ、さらに8、めっちゃ綺麗、本当に、はい、レベル8お疲れ様でしたね、何何何何、デスターしてたのか、ん、あ、なんだ、儀式、か、か、儀式、か、か、カオス、す、す、ソルジャー、うわ、これも大美品ですね、めっちゃ綺麗、はい、めちゃくちゃ綺麗ですね、美品ばっかじゃん、これは本当に30、40とかいっち
ちゃうかもしれない、ね、カオスの儀式により降臨す、ね、してますね。いいぞ、これ本当に綺麗、めっちゃ綺麗ですね、はい、めっちゃ綺麗です、すごい、うわこの画質見ても、うん、全然傷がない、うん、ないから、ね、早く表面傷とかも見えないです、ね、これは早く見たいぜ、かなり状態です、いい品です、うん、はい、最高だね、ビキニばっかじゃん、うん、すごすぎ、さらに行くぜ、ドロー、何入ってんのこれ、これどうなっちゃうの、ドスキュー、封印の封印の、これどうなっちゃうのマジで、黄金ブート、これは、あ、まあ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 、なんだ、これマジのラストですよね、チャイカさんのマジラスト、いやまだ、まだ違うのか、俺の夢様が終わってない、まだあるだと、え、行くぜ、リバースカードオープン、ブラックアンシャン、めっちゃ綺麗だこれ、めっちゃ綺麗、9はあるだろうな多分、いやしかも数字出さないんだからそうやって、なんだ、いくつだ、10! イエッシャー、10はやべえよ、すげえ、10はやばい、やばい、10なん何枚あるのこのように、やったー、ディメンションマジック、あ何枚あるのハハハハハ、何枚やんのこの世に、これはすごいですよ、状態中のプラマジ、うん、これはやったー、すごすぎ、すごいぞー、すごいぞー、ほんとに100枚もないんじゃない、うん、可能性としてね、うん、うわーうわねえ、ね、やっぱこの辺のクラスのカードの、うん、PSA10 っていや本当に憧れですよ、うん、憧れだよね、マジで憧れ、コレクターの憧れだよね、うん、よいよ、やば、いやこれはいいね、これはでかい声出てまうわ、ね、びっくりしちゃうよね、すごい、あ、興奮してきた、さすがにまだあるってのかよ、俺のデッキはまだ10があんの、これ以上があんの、結構出てるぞ、これ以上結構出てるぞ、もういや PSA だ、当然鑑定済みだ、これ以上何があるの、ね、正直しかも今まで遊戯で来てるじゃないですか、いやってことはってことか、ね、遊戯の使用カードででももうこれ以上高いカードかなり限られてくるんですよ、ああ俺はあいつが来ると信じているぜ、俺のターン、ドロー、うわー、スケイの創生神、ジャー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 、やばすぎる、やば神、これいくらすんの、マジ、やばか、やばい、いやこれいくらだ、状態10で確約されたらもう3桁近いんじゃない、100万くらいじゃない、いや3体の神を、だって素でこれだって50、60、いくら50、60するでしょ、これでもすごい、金星観点で10のホラクティって何枚あるのこのように、いやこのくらいでしょうね、全然、いや確かこれは10だ、これは10だ、いや、そりゃそうだ、10、うん、今なっていい、今ホラクティになっていい、それなっていい、あれ、まあ、急にレプリカになった急にインクの今左下にレプリカって書くレプリカになった、ホラクティの 10! やば、何万すんの分かんない、値段分かんないね、鑑定すると値段がもういい値になるからな、うわこれはいいもの見たな、うん、すー嬉しい、いやすごいですね、嬉しい、これホルアクティの銃持ってる人と知り合いなんだ私、ねえ、嬉しいよ、その銃持ってますよ、嬉しいな、めまいするね、これで、うん、まだある、はまだあるの、いや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 、これで終わりじゃないの、ラスラックマジック発動デスダブルフォース、いやいやいや、いやこれ以上上ある、うん、バクアドやん、うん、ないない、来年これ買おう、来年これ買おうさあ真のデュエリストはカードすらも想像するぜ、え
オープン。何が来るの？ファイナルカード。トリプルトラップピラミッド。うわブラックマンション。すごいこれ。どういうこと？鏡くん。いやこれめっちゃ初期の方のキャンペーンカードです。はい。うわ。いや普通もうあの英語版って通常流通してるのはもうあの3キロ枠しかないんですよ。でこれそう国内で最初に出したあのてか英語版がそもそもあのダークマジシャンなんで、国内で出してる英語のすごい最初の方でめっちゃ数少ないですこれ。とんでもなくないですこれも。なんで鑑定してないの？逆にお前がしろ。お前がしろ。私がします。10。当然10だ。えすごくないこれ。これはすごいです。いやこれ本当にショップで見てって笑うやつ。あなるほど。だいたい。すげえこれ。そうそうそう出ちゃった。これはランクアップマジックです。ランクアップマジック。全然あの枚数的にはこっちの方が圧倒的に少ないです。値段も普通に多分ホルアクより高い可能性ありますね。今状態全然いいんで。だもんな。はい。見たことねえもんなこれ。見たことないわ。これはすごいです。嬉しいんだけど。これどうすんの？とんでもないですね。どうすんのこれ？どうすんのこれ？デッキに入れる。もうスリーブ入れて最高。いいね。20スリーブ入れるよね。最高。イカれてるの。うわ。俺も役目は終わったようだな。ああ十分すぎる。これで真の終わり。これで終わり。あばよ。帰ってくる。帰ってくる。あテレビ君メーカーに帰っていった。デン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 。うわめっちゃいいもん見た。いやいや確かにもうなんかユージが使うカードでこれより高いものってさっき言ったんですけど確かにこの2枚くらいだ本当に。うんすごい。我が名はアテネ。我が名はアテネ。すごい。すげえ。これはすごい。うわうわ気持ちいい。いいもん見たな。えぐやばやばすぎる、ね、ちょっとマジで本当恐怖してたんだけどさ、いやわかりますよ、今日絶対後悔して帰るんだろうなって思ったけど、どういやに笑顔で帰れるかもしれない2年分の思いが本格やばいもんだろうな200が止まってセンチュリースープになってるねえグルメ細胞活性化してる活性化してるなこれはすごい。いやでもこれちょっとすごすぎるわ、うん、はぁうわどうしよう俺行くかじゃあ次はい社長ラストのがそうだね、まあ、ねなんかすいません、うん、だって200で400は控えてるからねそうだねさすがに、うん、これ以上来たらどうなっちゃうの私まだ笑えないんですよ、うん、まあまあ見てみないと分かんない、まだ笑顔になれないんですわははおいマジかよこの後俺開けんのかよ本当ですじゃあ今日急遽買った50の福袋が、うん、はい、はい、何これかわいい何これしゃれてんだけどすごいかわいい、かわいい、なんすかこれわかんねえじゃあ開けちゃいましょう多分袋なんだろうなわかんねえわかんねえお願いします何もわからないうわもうなんか頼むもうなんかもうなんか頼むもうこれいや来年はもうこれ以上ないよ本当に、うん、今年です今年いやもう本当に、うん、もうこれもうマックスですよはいあの来年は我々も怪しいオリパから順に買ってきますホルアクティ10枚入ってろダンボールだいるダンボールだ何この急ごしらえ作ったわけではないよ、ね、そう慌てて作ったわおや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 何これこれはこれはああれかなえあ多分そうだこれステンレスのあえあ一撃必殺これステンレスの1万のうちの1つブラックマシャンガールかあれじゃないかえワンパンこれ俺ワンパンマンだねワンパンこれがブルーアイだったらまあもう半殺しにはなるこれ半殺しではあるこれブラックマシャンガールこれ3分の1殺しにはなるこれしか入ってなかったこれやばいぞこれやばいぞこれだけではないんだまずこれでじゃあまずこれまずなのはいえああ袋の中に取り扱い説明書ああ絶対組み立て素晴らしいステンレスガールステンレスガールステンレスガールうわーいいなぁ嬉しいなぁ
素晴らしい。いや、これいいですよね。こういうのめっちゃいい、めっちゃいい、飾りやすいっていうね。いいね。これも本当に あとナンバリングにちょっとよるんですけど、15万前後とか、はい、でもう普通にやっぱりね、あの処理とかもろもろついてたんで、これはもう箱でそのまま行ってもいいし、そう、はい、まあ、贅沢に出してもいいし。うわ、マジか、嬉しい、素晴らしい、天です、はい、ありがとうございますっていうのもありつつ、ありつつ、ありつつ、うん、まだあるみたいな。で、50万で買ったことはまだあります、ね、まだあるの、はい、うん、え、イラスト、イラスト、次はラスト、あ、少数精来た、え、なにこれ、なにこれ、スーパー、なにスーパー、スーパー、なんだ、相手ボーナスだったか、なんだ、え、これ表にしたらもう出ちゃうのかな、え、マジですかな、そうなんだよ、あ、そうなんだ、え、じゃあVTR VTR ドローン、どうぞ、スタート。うわ、えぇ、ー、えは、え、嘘、ちょっと待って、マジは、え、ご、ご、え、は、は、え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 、マジで、え、嘘、え、ホールアクティブ、え、爆アドじゃん、やべえ、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 爆アド、爆アドです、え、やべえ、マジで、嘘、え、未開封だ、え、未開封だよ、サイカさん交換しねえ、銃のやつなんで、え、それはなんで、俺銃でいいよ、え、マジで、銃でいいよ、え、爆アドじゃない、これ、え、なんで、うん、え、50万の箱っすよね、だってこれね、これだけでアドなんだが、ね、これすごい、これすごい、本当にすごい、うわ、よかった、これはマジでよかったね、今日買って、ね、よかった、よかったね、本当にありがとうございます、イエーマジかよ、いや、もう救われ、気持ちよ、もう、もう一発で、もう、ね、一発で爆アドじゃん、うん、いや、もう結構ちょろちょろやってたんだよな、納得の2パンですね、これはぐらいだね、みたいな感じで来てたから、うんうん、あざっす、よかった、すごい、よかった、ブラッティすげー、うん、すごい、うわ、マジかよ、最強でした、最強です、最強だ、やったー、よかった、買って今 今俺のイレクリスタにブラッティが2枚あるんだ、この場に2枚、この場に2枚あるんだ、頭がおかしくないか、挟まれてる、お前は、いや、向き終わった人間から顔がほがらかになっていくんだよもうゴールしたんだ、これじゃあゴリですラストか、じゃあちょっと私も楽になっていいですか、これ、うん、400万の、はい、何入ってんだよ、何入ってんの、いいか、おぉ、はぁ、この神髄を、ホラクティ持ってる人と2人も知り合いなのかいいね、こんにちは、はい、ではすげー、田上くんの残りの福袋を、はい、見せてもらおうかな、いいですか、ちょっとどこまであるんだろう、数字ね、うん、11点なんか予想台にしてなかったな、さっき、うん、今いくらぐらい出たんだろうな、もうそれも分かんなくなっちゃう、うん、もう本当に、ね、出た額だけで言ったら、うん、ねえ、ねえ、ねえ、もう何もわからん、ひょっとしたらもう知らないカードとか来るかもしれない普通なんか大会のねえ、その最近の大会の上位入賞とかわかんないからな、普通に、いや、わかんねえ、最近のカードとかだと思う、お、準備ができたみたいだ、お、じゃあちょっと始めていいですか、いいよ、400万円、そのさらに深いところまで、はい、ちょっと長くねお付き合いいただきまして本当にありがとうございますなんですけども、はい、これから400万の、開封後半始めさせていただ、なんか見たな、この半分、あれ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 、これ見たな、なんか見たことあるやつ、なんかね、この箱、おや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 、さっきはブラマジでしたよ、あ、確かに、確かに、うん、そっか、ってことは、ってことは、ってことは、いや、ブラマジな気がするスタッフも開けるのしんどいね、はいはい、ワンオブ1万、うん、これ、来るかってことは、ってことは、何があるのかな、ってことは、何かな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 、特殊な見せ方をするな、あ、生見えない、生見えない、あ、一応配慮がある、配慮があるな、お、お、じゃあ、もう無理だ、もう無理だ、それはガーナ、ありがとうございます、うらやま、うらやましい、
楽しい。私当たってないよな。あ私ブラックマジシャンガール当たってないよな。あ本当だ。当たってないですね。トレードします。まあ俺も当たってないし。なんかシングル返しよ。交換しようね。シングル返しよ。そう。11とするか。シングル返しよ。それがいいの。それがいいかも。シングル返しよ。欲しいカード買える。うん。シングル。うん。あとで交換会しよう。すげえ。俺は使えるの2枚あるんだよ。そう。意外とみんなちゃんと交換したいから。交換チケットだから。意外と困ってる。ありがとうございます。俺とおそろいと、まずはおそろですね。すごいな、このクラスでおそろになることあるんだ。ゆるみさんもそっか、一人おそろやってますもんな。一人おそろやって。あんな羨ましい一人おそろないから。ブラックマジシャンガール。お、8から。鈴木からっすね。はい。あ、逆に言えば、ちょっと私、シューマである。あ、よくわからないけど、次がよくわからないけど、行ってみるか。どういうこと。うん、この星シリーズ、とりあえず行ってみるか。の次、星シリーズの次にもう一個また何か、はい、8でラスト。これでラスト。8でラスト。え、一撃、超一撃必殺。8でラストの次にもう一撃。これがガチでラスト。マジで持たない。じゃあそれはマジで持たない。じゃあこれが超一撃必殺。とんでもないぞ。本当の一撃必殺じゃん。それは本当に持たない。社長、え、400万のラスト。ちょっと待って。嘘。え、じゃあもうすごいじゃん。袋逆にしても何も入ってなかったんです。今日一番やばいやつだよ。これ。これで一撃でやばいって感じ。凝縮されてるよ。え、何が来るのこれ。社長それよ。え、何。これどう、何が来るの。開けんのあと20分粘るか、ちょっと。そうかもしれない。え、本当にこれラストなの。で、まあ、今まで出た私の方のカードの合計は、まあ、100いってるかいってないかなと思うんですよ。だから、じゃあ今から新型プリウスが来るみたいな。はい、うん、車買えるかもしれない。今納車です、これ。耐えられちゃうよ。なんかズルされてなければこれで車です。さすがに怖いな、これ。いや怖いけど、まあ行くか。まあ行くか。もうちょっとじゃあBGM 一回消してもらっていいですか。もう、うわ、もうダメだ。ドラムロールとかあんのかな。いや、なんか無音でよくない。無音で行こう。じゃあ開封をお願いします。うわぁ、粋だね。怖いね。怖すぎ。怖すぎ。判定付きで。ちょまえ、ちょっと待って、PSA 入るカードで、まあ、入れればいいからいいんだけど、なんかあるか、そんな。何があんの、これ。そんなあるか。怖すぎ。いやでもな、ちょっと待って、マジで。怖すぎ。やばい、見たくない、これ、本当に見たくない、これ。でも行くか。何これ。見るしかねえ。行くか。じゃあすいません、お願いします。あ、触れてる。うわっ。9。これやばい。え、これはやばい。やばい、やばいの。これマジでやばい。え、一撃やばいやつ。何これ。これはゴールだ。え、一つのコレクター人生のゴール。これ一つのゴールです。これ何ですか。コレクターとして、すいません、 BGM 戻してもらって大丈夫ですか。かなみくん、これ何ですか。説明をお願いします。ゲームボーイ3あたりの大会がありまして、その大会でまずある程度の上位入賞をされた方っていうのがジレアのブラックマジシャンガールが、上位、本当に上位入賞者の方のみに配布されたカードがこの、シークレットの、ブラックマジシャンガールでして、ゲームボーイ。正直これの、はい、マジか。社長、9はほら、 B でもこれだもん。そうですね、あの木ざりの、そうなんですよね、やつでも私は400万からはぁ、だから9なんて、そうだよ、望んだことがないんですよ。欲しがったことがないカードなんです。もうあの、ありえないから。ありえないから。存在がありえないから。あるとは言われてるけど。やばい。マジか。おめでとう。やばいなこれ。おめでとう。ありがとうございます。ええ。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。
これはだから多分 PSA9 とかだと、うん、まあ、いいねの世界にはなるんですけど、うん、正直傷ありの PSA 鑑定ないやつで400とか言ってるんで、まあ、500から600、うん、わかんないね、よくわかんない世界で、これはやばい、これはマジでやばい、だって世界に数枚しかない、やばい、世界に数枚しかないもんね、はい、その中で鑑定されてるやつなんて1枚だけ、300枚か、300枚コレクターとしては一回区切りを置こうと思ってた。確かにこれ区切りつくね、これカードの1枚、うん、だからそういう意味でゴールなんです、これは本当に、まあ、確かにもうこれ以上ないか、ほぼ、うん、これはやばい、コレクターとしてこれはマジでやばい、ありがとうございます、ゴールおめでとう、おめでとう、何も言えん、やっぱ買うべきだよ、やっぱ福袋っていいね、これはやばい、やば、勇気出して買ってよかったね、良かったかもしれない、うん、本当に買って良かったな、これは来年欲しくなっちゃったなだいぶ良かったけどね、良かったよ、いやでも、うん、ちょっとこういうの見せられると ね、確かにね、欲が出てきちゃう、確かに夢あるよね、うん、まあ、本当に改めてですね、うん、まあ、普段こうご覧いただいている皆様のおかげもありまして、はい、ありがとうございます、開封できておりますので、はい、まあ、またこれを原動力に、はい、いや実際そう、はい、モチベ上がるよね、はい、今年もしててよかったみたいな、いや本当に、うん、今年も、皆様に笑顔をお届けできればと思いますので、財布ポイント回復させねえといけないまた1年頑張ろう、はい、頑張ろう、ね、いろんなお金の使い方で皆様をお楽しみ、させていただければと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします、今年もどうぞよろしくお願いいたします、お願いします、ありがとうございます、いやじゃあちょっとね締めていこうかなと思うんですけども、うん、明日も我々はあの戦わないといけない人がいて、うん、そうですね、まずヨルビさん、私だ、はい、私は明日お昼に前本さんのチャンネルにてポケカ福袋を開封する、イエーイ、うわまだ100万使うのかよ、ヨルビさん相当使ってるから、相当使ってるこれは一人100万だ、だから私たち4人で400万っていうことになる、うわーえぐいえぐいぜ、おかしくなっちまった、いや、はい、夢が買っちゃったな、そして、はい、明日さらに、19時ですかね、はい、確か、はい、はい、我々、また私と、はい、八代さんとチャイカさんの3人でMTG の福袋を開封させていただきます、はい、題して具体的パワーナイン降臨ということで、はい、あちょっと私の方からね説明しなければなりません、パワーナイン、あの今日社長が遊戯王の福袋に対して400万使われたじゃないですか、はい、僕はそれを知らなかったんですよ、はい、なのにちょっとあのまああのねとある店舗で、まあ、ブラックロータスがあの確定で何袋かのうち1枚入ってるみたいなのがあったんですよ、うん、で僕はそれをチャイカと俺の2人で買いに行ったんですよね、1袋余ってたんですよ、じゃあこの1袋を加賀美くんが買えば3人のうち誰かから絶対ブラックロータス出るって配信になるじゃんって面白いと思って、加賀美くん来ないって言ったんですよね、そしたらなんかめっちゃ悩んでて、またまたみたいなこと言ったら来てくれたんですけど、400万使ってたっていうのその時初めて知って僕はなんてもう追加投資だったって、追加投資あのずるいですよ、あのアスは取れ高を人質にあれマジでずるい、いやブロータス出たらもう取れ高最高だよって話をして、しかも、うん、これなんでそんなこの額になってるかって、うん、ね、そんなことになるとは思ってないわけじゃないですか、うんうん、だから、うん、ね、一応、ね、決められた、うん、金額があったから、うん、じゃあ、 あの一応その金額分は、うん、福袋集めておこうと思って、うん、買ってたんですよ、うん、別で、うんうん、どしとろ150本追加で買えってマジでマジで、はい、で、まあさすがにそれでちょっとあの、はい、罪悪感に駆られた
のか、はいはい、じゃあちょっと遊戯王ちょっと俺はあれですあの、まあ、今遊戯王のカード欲しいってのもあったんですけど、はい、まあ、あの誠意も込めて今回の企画急遽、はい、参戦することになりました、はい、そして羽毛2つ持ってこいそうやってきてくれたっていう、はい、鳥さん、はい、ちょっとどこか、はい、今日僕が参加してるのは誠意でもあります、はい、無責任に誘ってしまった無人として今日長谷さん、いやでも本当にありがとうございます、はい、いや結果的にすごい向いてよかったなと思います、めちゃくちゃ嬉しいです、はいはい、ということで、まああのね、明日もそんな感じで福袋向いてまいります、はい、もうちょっとね、正直もう今日明日使って金額に関してはもうちょっと怒られるんじゃないかと思ってるレベルなんですけど、まあちょっとね、そうね、まあしょうがないね、俺もね面白かったこんなに福袋買うとは、ただね、まあこれを本当に原動力に頑張ってまいりましょう、うん、はい、はい、ということで僕ら今まで頑張ってきましたね、許してください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 、ガンマ、俺ですね、あの時計とか腕時計とか買わないんで、確かに、ね、許してください、他に買ってないんです、あの使い道ないんですよ、カードゲームこれだけね、そう、これしか楽しみがない、俺ね、カードゲームと飯ぐらいしかね、あの金の使い、そう、娯楽持ってないんだよね、それと一つにプレゼントする以外ないんです、別に、フィギュアとカードゲームと飯以外俺ないから、許してくれ、許してほしい、誰も攻めてないよ、うん、攻めてないか、攻めてないよね、今私には見えないものが見えてる可能性がある、確かに謎の罪悪感に駆られてるだけの説があるという、まあそんな感じでね、他は告知とかないですか、ないかな、ないみたいですね、ないかな、じゃあ、はい、で枠締めさせていただきますかね、はい、はい、はい、ということで、今年も、ありがとうございました、はい、おかげさまで非常に楽しい福袋開封祭りができました、はい、そうしましたら来年は、地獄オリパ狂乱の宴で変なところから楽しみにしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします、それではありがとうございました、お送りいたしましたのは鏡隼人と夜見れなと花畑チャイカと八代気づくとイブラヒムでした、ありがとうございました、ありがとうございました、今年もよろしくお願いします、今年もよろしく、千年バズ、配信うまくないけどブラックマジシャンもう切れる、うまいからちゃんと俺レッツ買い持ってるやったホラッキーだ